はい。じゃあ、お待たせいたしました。というわけで、15分押しになりましたが、ゲーマー対談、ラッシュゲーミングのプロゲーマー、グリードさんと、僕ことデトネーターの配信者、ヤマトンで、お送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけで、はい。まずは、僕たちが何者なのかというところから、そうですね、何者なのか そうですね、紹介さ せていはただきい、たい自己と思い紹ま介す。ですね。はい。僕はデトネーターの配信者のヤマトンです。まあ、今、フォートナイトだったりとか、ハースストーンだったりとか、まあ、はたまた COD とか、様々なゲームを、プレイさせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いじしゃあま次す。は僕から。コールオブデューティのプロチームのラッシュゲーミングで選手活動をさせていただいてます。グリードと申します。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。というわけで、僕ら、実を言うとね、5年前に、会ってるんで、5開年校し前てるんに。ですね。はい。はい。ちょうど2013年ぐらいに、多分僕が、アバうん。を、アライアンス・オブ・バリアント・アームズっていう無料 FPS ゲームありましたよね。あれそうですをね。始めた時に、まあ、ツイッターがなんかで募集したんですよね。一緒にやる人募集みたいな。で、そはのい、時そのに、時にはい。どうぞどうぞ。僕が突撃で、そのヤマトさんがツイッターでね、パーティーの募集をしてたんで、はい。もうやりたいなと思って、その時は僕は本当無名だったんですけど、まあ、一緒にやらせてくださいと、ね、突っ込んで やらせていただいたということがありましたね。そうですね。そう。その5年前、僕、ちょうどアバ始めたばかりで、僕はもう社会人になって、働きながらアバやってた頃かな。で、ねえ、めちゃくちゃでも上手くて、その時から、グリードいさん。で、すごい上手いですねって話をしてたら、普段、コントローラーでやってるって言われて、唖然とした覚えがあります。5年前。そう、なんでその時アバをやってたかっていうのは、まあ、ちょっとあの頃は PC のその競技的な、まあ、いわゆる今でいう e スポーツっていう世界は、本当やっぱ PC の FPS がすごく盛んだったんで、やっぱりすごい憧れがあったんですよね。なので、もう PC の FPS ちょっと触ってみたいなと思って、確かまあ、に。パソコン買って、そはい。の無料だったアバをちょっとやってみたんですよ。まあ、めちゃくちゃ難しくて、それはマウスとキーボードで、普段はコントローラーでやってたんで、まあ、難しかったんですけど、で、一通りツイッターでそのアバの選手をフォローして、で、まさかヤマトさんが、あ、なんか、初心者でもいいので募集してますっていう、パーティー募集があったんそうで、ですね、僕ももう当こ時れ初心行く者しだったかんないで。なと思って、めちゃくちゃ下手くそだけど、ちょっともう、突撃しましたね、あの時。いやー、でも、ねえ、本当に、僕も今逆にね、パッドでやってるんですけど、今その気分をね、味わってますよ。本当に。全然同じシューティングなのに違うなって。思ってて。いや、だからもう、それで本当にあれだけ上手いのは、すごいです。はい。そうでしたか、そうですか、ありがとうございます。あ、ちょっとと最初いうことで、にもう一個だけ、そのヤマトンさんを初めて知ったのだけ話していいですかね。ああ、いいですよ、全然。もう、大歓迎です。いヤくマらでトンも時さん間あり初ますめよ。て、あ、そうですか。ヤマトンさん初めて知ったのは、何年前、8年くらい前に、8そ年の前。クロスファイアっていう無料 FPS をヤマトンさんがプレイしていて、ありそましたのね。実況動画をニコ動に上げてたんですよね。はい、もうね、今ちょっと検索しようとしてるそこのあたりはね、ちょっと、一回手を止面めて白いいですよ。ただきたいんですけど。めっちゃ面白いですよ。ヤマトさんめっちゃ喋りながら実況動画撮って、なんだこの人と思って、8年前に初めて知ったんですよ。そうですね。8年前っていうと、グリードさんは、何歳ぐらいですか？ちょうど10。中学生だ。僕今23なんで、え、何年、大体もう15歳とか14歳ぐらい。ああ、その時に俺の動画と出会ってしまったと。なるほどな。ちょうど俺撮ってた時が多分20歳ぐらいかな。多分、そうだね。なるほ8年前ど。ですもんね。いやー。URL はよって書いてる人、みんな検索だ、検索。まだね、おのおの検索していただいて。そうですね、当時、僕クロスファイヤーで、そうですね、まあ、バリバリ現役でプレイしてたんですけど、まあ、そのクロスファイヤーっていうゲームの面白さを伝えたくて、まあ、なんだろう、実況動画。その自分なりに、いこういうや、風にやったら面白いんじゃないかっていうのを、はもう、ぶつけてたって感じですね。そのまま。い。いや、直め撃ちでゃくすちけど。ゃ、もうすんごい面白かった記憶があるんですよ。多分今見ても、
めっちゃ面白い気がする。もうだから普通に面白いです。気がするじゃなくて面白かったです、本当に。恥ずかしくてね、見れない。もう自分の動画、まあ、たまにね。それはわかりますね。僕も実況動画上げてると、だいぶもう黒歴史な動画何本かあるんで、もう自分では見たくないです。まあ、確かにね。自分のそのね、顔を見て自分が喋ってる動画見るって確かに不思議な感覚ですからね。まあ、そんな、なんやこんやで、まあ、そう、8年前からそう知っていただいてたってことで、本当にありがとうございます。はい、僕は、グリードさんを知ったのは、まあ、そのアバンの時ね、まずは、名前を知って、で、その後ですよ、プロチームに入ったじゃないですか、COD で。そうですね。はい。はい、マインドフリークかな合ってるかな名前。まあ、それ、オーストラリアの、はい。はい、そうですね。で、ストリーマーとして入った時に、名前を見て、俺、あれってなったんです。あの時に名前を見て。ああ、なるほど。あれまさかみたいな、あれあの時アバってやってた人だよなって、あれ本当はね、やってたしみたいな、そう話をして、その結構昔ちょっと話した人のことでも結構覚えてるので。いや、すごいですね。それで、まだ衝撃を受けて、で、多分配信で何回か話題にしてて、その前。はいはい。で、多分、グリードさんにそれを認知していただいたのは多分結構直近だとは思うんですけど。そう、はい、そうです、ね。まさかね、みたいな話はしてて。でもそのまさかだったんですよ。そう、すごい、だから。すごいありがたいですね。だって、ヤマトンさんとその初めてアバをプレイしたとき、僕本当に全くの無名だったんで、はい、まさか覚えてもらってるとは思ってなかったんで。いや、でも覚えてましたよ。そう、いや、でも本当にその、普段コントローラーでやってて、そのマウスで上手いっていうのが衝撃的で、階級まで覚えてますか？確か緑階級だったんです最初の。日本戦みたいな。いや、本当に。まあ、本当の初期レベルですよね。初期レベル、そう。だから、すごいなっていう話で、本当に覚えてました。で、その後ね、本当、マインドフリークからの、まあ、ラッシュゲーミングでの大活躍ね。まあ、そういったところも、ちょっと次の項目で触れていきたいんですけども。ねはい、じゃあ、2番目いきますか。2番目。はい、2番目ですね。主体はゲームを始めたきっかけ、プロゲーマーになったきっかけというところで、じゃあちょっと、グリードさんの方から、今、せっかくね、話題に上がったんで、はい、ちょっとお願いします。そうですね、ゲームを始めたきっかけは、もう本当、ちっちゃい頃から、はい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 、自然と、もうなんで幼稚園の頃から、まあ、家にゲーム機があったんで、まあ、その時にファミコンのよくわからないゲームをやってたんですけど、はいはいはい、カービィとか、はいはいはい、まあ、それが本当、きっかけで、うん。でもゲームっていうのは本当自然になってましたよね。なんか家に帰ってゲームすることがもう、ああ日課になってた。本当小さい頃から日課になってて、どんなに忙しくてももう1時間はやるみたいなことをしてました。すごいな、もう本当日課ってやつですね。ゲームがそばにあった。でプロゲーマーになったきっかけっていうのは、はい、まあでもプロゲーマーにはなろうとはもちろん思ってなくて、なんか、うん、そのゲームが好きで、で大会に参加することがやっぱり楽しくて、気がついたらこういう立場になってたっていう感じなので、はい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 、なんでしょうね、あんまりきっかけってのがどうなんだろうな。まあプロゲーマーになろうと思ってなったっていうよりは、気づいたらそうですね、プロゲーマーになってたっていう感じですね。まあでもこういう大会、まあ、競技的なシーンに身を置くっていうのは、うんうん、まあ、単純にやっぱその憧れてた選手がいたり、まあ、というかやっぱかっこいいじゃないですか選手、うん、戦ってる選手って、ね、やっぱそれがきっかけというか理由かもしれないですね。はいはいはい、まあ、それがプロゲーマーになった、まあ、競技シーンでやっていくことになったきっかけって感じですね。じゃ僕は逆にあれなんですよ、あのパソコンのそのゲーム時代に触れたのが非常に遅かった。僕17歳からゲームに触れたんですよ。パソコンゲームがやる環境がなくて、しかも家も別にここまでゲーム機が置いてない。だからゲームをやる環境があんまりなかったんです。で、学校もちょっと厳しい学校で、中学とかも全然ゲームとか触れてる暇がない。ひたすら学業に追いやられる。そんな日常。そうなんですね。そうだったんですよ。で、高校がさらに厳しい学校で、で、まあ、その、勉強がマジで厳しすぎて、で、まあ、いろんな、なんだろう、まあ、逃避の中の最初一つとして多分ゲームを始めた。PC ゲーム。はいはい。うん、まあ、みんなで
学校サボってどっか行ったとか、そういった中、まあそうダメなんですけど、そういった中から最初ゲーム始めたのが本当にきっかけ、まあ最初ゲームを始めたきっかけ、ね、そうなんですね。そうヤマトンさんのやっぱすごい昔からその競技的なシーンで活躍されてるじゃないですか、だからすんごいもう昔からゲームをやってるものだと思ってたんですけど、っていうのはそうですね、結構言われるんですけど、本当に何だろう、まあそう17歳とか年いってからゲーム、まあ、年いってからってことでもない、まあ、当時17歳って言ったら結構え君17歳なのって毎回言われるぐらいでしたけどまあ今だったらね全然遅いかなぐらいな気がするな。でまあそこからね、まあ最初サドンアタックやって、でパソコンがぶっ壊れて、でなぜかサドンアタックがサドンアタックだけ起動しなかったんです、なぜかね、ロード画面で固まっちゃう、はい、で代わりにじゃあなんか他のゲームやるしかないなってなって始めたのが、はいはい、クロスファイヤー。クロスファイヤーで最初本当にそういやいやじゃないですけど、いやサドンアタックをやりたかったんだよみたいな、そう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 感じで、もしかしてサドンアタックが起動できてたらまた違ったかもしれないですね。いやいや、もうもしかしたらここにいなかったかもしれないです本当にいやそうそうそう、でクロスファイヤーで結構そのクロスファイヤーは多分自分にハマったのかわかんないですけど、で1年ぐらいやって公式大会があって、うん、で幸いそこで、まあ、準優勝することができてからイベントとかに出るようになったんですね。それが多分ゲーム始めて1年半ぐらいの時からポツポツイベントに、すごくないですかそれ普通に、まあ、当時普通じゃないと思う、その初めて1年半でちょっと大会優勝してみたいな、いや、まあ、なかなかないと思いますけど、当時は本当にまあそのなんだろう、まあ多分 FPS やってた人もまあ多分そんなに多くなかったっていますし、まあ、ああなるほど、まあ、あとは死ぬほどやり込んでるっていうのは多分あると思います。ですよね。クロスファイヤーが出てもう、まあ、一応受験生でもあったんで勉強はしてたんですけど、それでも多分クロスファイヤーに時間を費やした方が多分長かったかな、多分勉強しながらってことですよね。そうですね、でも勉強はその超進学校だったので1年の時の貯蓄だけで多分受験が受かるぐらいのなんかこう詰め込み方をされてたんですよ。もうなんかどういうことだ、通算数C ぐらいまでは1年で終わらして、はい、2年からはもう受験対策なの、始まってるんですよもう受験対策が。じゃあ早すぎませんそれ。普通じゃん、普通の学校じゃないんですよねそれ。そうなんですよ、で本当にコメント欄をみんな驚いちゃった。普通じゃないからねそれ、結構本当にやばかったんですよね。その毎朝小テストがあって、一問間違えると、もう歩行があるんですよ、日曜日。だからもう週7学校があるみたいな。だって最初学校に入学した時に言われた言葉が、部活はこのクラスにいるやつはやらない方がいいみたいな、そこから始まった学校だったんで、まあ、まあでも逆に、まあそれがあって、勉強が嫌になって、PC ゲームを始めたっていうのもありますし、逆にその貯蓄があったから、多分、3年目とかであんまり勉強しなくても、まあ学校、大学が受かったのかなっていうところはありますね。逆に詰め込まれすぎてた、本当に。うん。いや、でも、やばいですね。やっぱ、皆さんこれ見てる人普通じゃないですよ、これ。やっぱ、いや、めちゃくちゃ頭いいじゃないですか。いや、でも、ね、多分本当に頭いい学校はそんなことしないんですよ。なんだろう。ああ、そういうことですか。自称進学校みたいなレベルの、こう二流みたいな多分とこなんで、まあ多分そういう詰め込み方するのは多分そういうことなのかな感じはします。でまあそんな話はまあさておき、まあで、まあ、プロゲーマーになった機会ですよね。でクロスファイヤーでプレイしてって、でまあなんだろう、国内大会とかで優勝して、うん、まあその後まあ1回目は準優勝だったんで、その後優勝してって、はい、でなんだろう、まあひとまず優勝して終わったんですよ。僕、もう FPS 満足して、うん、あ、もうこれでクリアだなと思って、やめたんですよね。多分19か20ぐらいの時かな。もうゲームいいやってなっちゃって、で、なんか、当時、そうですね、もうなんか、俺はもう、普通に就職するみたいな感じで、一切ゲームやんなくなって、はいはい、やんなくなってたら、今度、半年後ぐらいに世界大会があるっていう話が、いきなり出てきて、まあでも、今更復活したところで、まあなんか、今やってる人たちが、多分どうにか、ね、多分頑張っていくんだろうなっていう思いもありつつ、まあちょっと、まあ、俺ら、多分世界で一番強いよな、と思ってたんで、うん、その、すごい、すごいなんかもうどうしようもないんですけど、本当にどうしようもないんですけど、はい、絶対俺ら世界で一番強いなって思っ
ってたんで、まあ出たいなって気持ちも半々だったところに、まあ今もゲームやっちゃったけど、まあダリアっていうプレイヤーがいたんですよね。ダリア君っていうプレイヤーがいたんです、はい。ボルトで一緒にプレイしてた。いきなり電話がかかってきて、で、まあその当時で日本で、なんかこう5本指に集まるプレイヤーを集めるから、なんかこう、私やってみないみたいな話から全てが始まった。漫画みたいですね。漫画みたいなんですけど、そうなんですけどね、でも俺すごい嫌だと言ってて、なんか、いやでもなんかもう、就職の期間とかあるし、なんかそんな無理でしょみたいな話をしてずーっと断ったけど、でも最終的には折れて、でも折らせてくれなかったら多分俺は今ここにいなくて、そう、そのダニアさんには、じゃあ感謝なんですけど、本当ですね。まあ、確かにみんな悩むとこですね、そこは。その就職とか進学とか。そう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 。だから、それで、世界大会で、まあ、出て、で、世界大会で、まあ、一番じゃなくて、普通に決勝でボコボコにされて、まあ、もっと強くなりたいと思ったのが、もっと強くなりたくて、で、それで、なんだろう、支えてもらうには何が必要かって考えたときに、まあ、スポンサードとか、その周りの力ってのは必要だなってのが、プロゲーマーになったきっかけ。まあ、めっちゃ長くなっちゃったけど、まあ、そんな、それが僕のきっかけです。漫画みたいですよ、これ。コメント欄漫画みたい。中二感とか磨いちゃってる。いや、でも、そんな感じで、まあ、その、なんだろう、本当に。すごいストーリー。まあ、ざっくり言うと、一番になりたかったから、それを支えてもらうための環境みたいな、が欲しかったから、プロゲーマーになったっていうのが、理由ですかね、まあそうですよね。やっぱこういうどんな競技的なシーンにおいて人たちはやっぱりシーンとしては俺が一番強いとか、というか勝ちたいとかが、まあ多分一番シーンにあると思うんで、まあすごく正しいと思いますよ。そうですね、まあ、グリードさんとかもね、だってどんどんこう今、まあ最初マインドフリークからこうラッシュゲーミングになって、やっぱりなんだろう、環境とかも多分今結構変わってると思うんですよね。最初何もなかった時代から、ね、変わってますね、やっぱりそういう環境だと、こうなんだろう、ゲームに専念しやすかったりだとかっていう部分は絶対あると思うんで、そのなんだろう、家庭としてプロゲーマーになるっていう人は本当に多いかもしれないね。確かに。ではそろそろ次に行きますか。これはじゃあ自分の所属しているチームについて紹介していきましょうか。じゃあ今度俺から先行で行こうか、はい、お願いします。自分の所属しているチームについて、まあ、僕が所属しているデトネーターチームですね、まあ、今主に、まあ、国内だと前ほどその部門数を広げていなくて、アームスと、まあ、アバ、まあ、かなり、はい、絞った活動をしていて、逆に国外の方を今結構力を入れているチームになります。まあ、PUBG の韓国だったりとか、ドタ2の、まあ、フィリピンだったりとか、まあ、そういったところかなり今力入れて活動しているチームで、まあ、多分まあ今他のチームとかもかなりストリーマーっていう部分がすごい増えてきてると思うんですけども、まあ、ストリーマーとかもプロゲーマーとは別にいて、僕はまあそこのカテゴリーに所属しています。でも、まあそうですね。まあ、今更説明する、まあ、っていうところもあいつは。まあ、僕の人、ファンが見てたらもしかしたら、はい、でもまあ知ってる、知らない人はいないでしょう。ですよね。もう日本を代表するプロチームですね。本当に。まあ、そういった、まあ、その、国外の今、競技シーンにかなり突っ込んで活動して、なおかつ、まあ、アームスとアバ、まあ、国内シーンも活動している。うん、まあ、そんなプロチームです。まあ、ちなみに、アームスの方はエボでも、優勝していて、かなり目覚ましい活躍をしています。はい。まあ、っていうのが、デトネーターっていうチームです。日本で一番今、本当、海外に拠点を置いて、そういう海外大会にこう力を入れているチームですよね、本当に。そうですね、本当にそれがなんだろう、幸いして、その特にこの間、ドタ2の大会で、フナティックと戦って、ものすごい、知名度がさらに上がったので、はい、やっぱり、まあ、あとはその PUBG のコリアリーグに出てる、彼らの活躍も相まって、やっぱ韓国とかからすごい注目が高いです。なので、やっぱ、フォートナイトとかでも、チーム作らないのとか、まあ、そういった説明が、めちゃ、別にそういったその問い合わせとかがめちゃくちゃ来ますね。はい。
本当に。じゃあもしかしたら今後、フォートナイトだったり他の分も増えていったりとかするかも、ね、っていう可能性ももしかしたらあるかもしれない。ラッシュゲーミング。あるかな。お願いします。僕じゃあ次は、僕は、はい、いや全然、はい、じゃあ一応僕ラッシュゲーミングについてじゃあ、はい、説明しようと思います。はい、ラッシュゲーミングは約1年前に設立されたばかりの、はい、まあ、主に今本当コールオブデューティーだけのプロチームですね。はい、で、まあ、前身となる、まあ、ラッシュクラン e スポーツ部門っていうのは、まあ、コールオブデューティー YouTuber の、まあ、ハセシンという方がいるんですけど、はい、その実況者のハセシンが、まあ、e スポーツ、コールオブデューティーの e スポーツを盛り上げたいということで、まあ、4人集めて COD のこのラッシュクラン e スポーツ部門っていうのを作ったんで、はい、それが2年前ですね。で、そこから、もう1ヶ月後、その設立された1ヶ月後にもアジア大会を2連覇して、で、はい、その1年後に、またこのラッシュゲーミング、本当プロチーム化しまして、で、今に至るという感じです。で、はい、僕は今、そのラッシュゲーミングの、まあ、選手として、あとストリーマーとしても活動してるんですけど、はい、共同経営者っていう立場にも、そうですね、今から、そうですね、はい、コーファウンダーっていうんですかね。で、まあ、主に来年から、まあ、選手としてだけじゃなくて、まあ、いろんなチームの方にも関わっていく感じになると思います。でも、まあ、今のところ、ラッシュゲーミングは、今、COD チームだけなんですよね。まあ、でも、フォートナイトとかも、もしかしたらみたいな、そうですね。はい。まあ、来年からまた増えるかもしれないんですけど、今は全然、はい、本当、COD だけので、できたばかりのプロチームなので、まあ、今後、なかったらよろしくお願いします。はい。いやでもこの間のその YouTube の、ね、動画を見て僕は衝撃でしたよ。はい、12月今年いっぱいでその選手としてその活動を、まあ、一旦やめるかもしれないみたいな動画がアップロードされたじゃないですか。グリードさんが。そうですね。そう結構その衝撃を受けたと同時にでも、まあ、また新たなその活躍も楽しみだなっていう、まあ本当にだってグリードさんがねそうやってサポート側に回るんだったら多分。ラッシュゲーミングがね、より一層多分、もっと早く進化していくと思うんで、ちょっと今後も楽しみなところがありますね。そうですね。グリードさん、まあ、マジでいろいろできるからすごいですよね。いろいろできる。いろいろできるじゃないですか。いや。え？何ですか？いや、全然全然。いやいや、もうだって、まず英語喋れるし、料理作れるし。いやー、喋れないです。勉強中です。いや、勉強中ですよ。何でもできるし、イケメンだし、みたいな。もうなんか、完璧すぎて、どうすればいいんだ、みたいな。まあでも確かにもう、でもそんなね、人がサポートに回るなら、うん、いや、これからどんどん上がっていくんじゃないか、みたいな。まあなんか、僕的にはずっと昔から、すごいやっぱ海外シーン見てて、なんか顔を出すことも、特に抵抗がないというか当たり前だと思ってたんで、はい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 、別にプロチームになる前からも顔出してたりとかしてたんで、うん、まあ、やっぱり一番は特に海外を目標に海外のように、はい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 、憧れてる選手も海外の選手が多いんで、うん、やっぱああなりたいなと思って、まあ、YouTube 活動したりとか、まあ、日々の練習したりとかして今に至るみたいな感じですね。あ、でもそうですよね。そうやっぱりなんだろう、実力一本じゃないですけど、その本当にゲームをただやっているだけだとやっぱりなんだろう、食べていくのとかってすごく難しいですよね、うん、実際問題。まあそうですね、現実はそうですね。そうそう、今その本当にプロリーグが完全にあって、まあ給与があってっていう、そのなんだろう、まあ、いわゆるサッカーとか野球みたいなリーグが、確固たるリーグが、まあそのあるゲームだったらちょっと話は多分変わってくると思う。でもそうじゃないゲームがほとんどだと思うんで、やっぱりいろいろな活動をね、並行してやっていって、まあその、なんだろう、次につなげたりとか、自分の夢につなげたりっていうのはマジで大事ですね。本当に現役でやってる人にとっても本当にすごい大切な活動。しかもグリードさんめっちゃなんか、なんだろう、ハイクオリティな形で実現してるから、いや、すげえなと思ってる。いや、まあ、自分で納得全然できてなくて、お動画とか配信。これですよ、そう、これなんだよ、すごいな。はい、いやー、なんか、やっぱもっと、世界には相撲もっとすごいやついっぱいいるじゃないですか、やっぱそう比べちゃうと、ダメだなーと思って、いつも。
いや、向上心の塊というかね。いや、常にその、上を目指してるからこそ、こう、多分、より良くなっていくでしょうね。まあ、まあ、僕の、こう、持ってる、まあ、信じてる言葉として、なんか、現状維持は衰退だ、みたいな言葉あるんですけど、ほんとその通りだなと思って。今日も話せてよかったもん。これだけ聞けただけでもよかったよ。まだ3番だけど。そう、本当に、そうね。そうですよね。現状維持っていうのは、そうですよね。衰退につながってしまうから、常に努力し続けると。聞きましたか？ちゃんと聞いてるか。聞いてるか。あれはこのあたりの話はまた次のテーマで話せそうなんで、まあそうですね、ちょっと取っておきましょう。ここは取っておきましょう。はいはい。取れない？進行までできるってね、もう素晴らしいな。はい、じゃあ次行きましょう。はい。4番。じゃあここでね、ちょっといきなりガラッとね、話題が変わるんですけど。そうですね。お互いに実際慣れないデバイスの、まあ、疑問質問難しいと思った部分をどう解決しているかの質問というところなんですが、僕だったら今コントローラーでね、パッドでプレイしてるわけですよ。で、フリードさんも、PC で、まあ、マウスとか、まあ、たまにプレイするということで。あ、たまに、はい。そうそうそう。遊び程度ですけど。難しい部分とか、ちょっと質問とか、ちょっとこう、僕が聞くと多分止まらないと思うんで、うん、まあ、お互いにこう、一個ずつぐらい多分出していこうかなと思うんですけど。ね、今度僕から、ああ、はい、はい。じゃあ僕は、マウスと、まあ、マウスとキーボードについてか、僕は。そうですね。はい、まあ、マウスとキーボード、まあ、僕は、やっぱ、普段、まあ、コントローラーでずっと今までやってたんで、はいはいはい。なんかマウスとキーボードってめちゃくちゃなんか憧れみたいな。PC で FPS することってすごい憧れがあったんですよ。まあ、今の僕と真逆じゃないですか。かっこいいなと思って。なんか全部真逆じゃないですか。すごい新鮮。新鮮じゃないですか。新鮮なんですよ。コントローラー勢からしたら。あ、僕からしたらコントローラー新鮮ですもんね。はい。で、なんかマウスでこう打つこともなんかすごい楽しいですよね。下手くそですけど。で、すごい疑問なのが、はい、なんでしょうね、なんか、なんで、こう、いろんな設定ができるじゃないですか。そのキーボードって自分の好きなように、ボタン配置とか、こうしたりとか。ああ、確かに。あと、マウスの戦士っていうんですか。はい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 。細かく決めてた。その辺がなんか、そういう疑問なんですよ。どうしたら、マウスの戦士は、こう、自分に一番合ってるのかっていうのは、全くわからないですよね。まとめると、自分に合った感度の引き詰め方と。そう、コントローラーだと、はい、まあ僕はいつも、いや、コントローラー人それぞれなんでって言っちゃうんですけど、でも、はい、いや、マウスのこう、マウスのその感度の、自分に合う感度の見つけ方っていうのが、全くわからなくて、これ、はい、これうまく合ってんのかなと思って。完全にこれ、映し鏡状態ですね。これ、同じことを思ってるんですよ。あ、多分そうですか。コントローラーでやると、これ面白いな。何が正解なのって、そう、同じ部分に疑問を持ってるのが、まず、1に面白かったですね。なるほど。まあ、そうですね。それは面白いな。僕、逆にその、PC だと、まあ、あの、はい、まあ、大体、まあ、これぐらいっていう感度があるんですけど、うん、まあその、ただ、その、新しい、まあさっきのその衰退の話じゃないですけど、ちょっと新しい挑戦をしようと思って、こう大幅に変えることはあるものの、はい、結局、大体、振り向き20センチぐらいに返ってくるっていうことを繰り返してる。ああ、なるほど。で、まあこれ、本当にその、人それぞれっていう部分は、まさしく人それぞれなんですけど、じゃあどこで人それぞれになってるかっていう部分、その、マウスの感度。個人的には、やっぱりその、例えば手首を、その、上につけてるかとか、つけてないかとかで、はい、その視点が変わるんですよ。手首だけで動かしてる人、肘から先を動かしてる人、で、完全に手につけないで肩で動かしてる人、はい、これって全部、その、なんだろう、バランス、その支えてる量って違うと思うんですよね。手首だと、うん、多分一番、可動域が狭い代わりに一番安定してると思うんですよ。だからこそ、あ、そうなんですね。そうです。一番安定してるから、ちょっと、なんだろう、ハイ戦士って言われてる、いわゆる振り向きこう10センチとかで、プレイできたりとか。なので、まあその一番やりやすい、その、なんだろう、振り方に合った感動を、が一番いいと。例えば、グリードさんが手首しか動かさなかったら、少し高めでプレイしてみるとか、高めで、一番合ってると思います。僕は、これ一体どこなんだろう。手首なのかな、手首のような気がしますね、僕は。手首のような気がする。まあ、よくわからない。
肘を完全に置いてる人とかもいるんですよ。肘を置いて、はいはいはい、肘から先を全部動かしてる。まあ、これが大体、まあ、ミドル。ミドルからローぐらいの感度の人が多かったりします。で、一番ローなのは、本当に全部、もう肩でぶん回してる人。肩で動く、すごくないですか、逆に。え、ってことは、肘とか、はい、肘とか手首動いてないってことですよね。肩で。そうではない。あ、まあそうそうです。もう全部動いてる。ほぼほぼそう。はい。もう本当にマウスを振り回している人。はあ、ははあ、まあ、老戦士。まあ、なんだろう。それって多分、結構、ゲームによって、例えばその、配戦士寄りの人でもちょっと低めにした方がいいゲームとか、配戦士寄りの人がさらに高くした方がいいゲームっていうのも、もちろんあるんですけど、基本的にその、ローかミドルか入ってのは可動域で決めて、で、あとはゲームによって調整していくっていうのがベストだと。例を出すと、フォートナイト、今ちょうど僕フォートナイトやってで、はいはい、僕は、基本的に固定しないで振ります。まあ、ロー戦士って言われているタイプのプレイヤーなんですけど、フォートナイトって、結構敵が動き回るんですよね。そうですね。でも、早いですもんね、展開。カウンターストライクとかと比べるとヒットボックスがやや広い。って言っても全体のゲームからすると結構シビアな部類なんです。なので、そのローの中でもちょっと高めに設定してプレイするとか、まあそういう感じで設定します。なるほど。じゃあ、まあカウンターストライクとかシビアなのは、まあローが多い、ね。そうですね。やっぱりプロゲーマーの、その、センシティビティとか見てみても、かなり低めのプレイヤーが多い。はい。まあ、なんで、プロの選手の設定とか見て、ゲームの傾向をつかむっていうのも一つかもしれないですね。めっちゃロー選手このゲーム多いやんってなったら、まあ、いつもより設定する必要があって、めっちゃこのゲームハイ選手多いやんってなったら、5位ハイ選手を、まあ、チョイスした方がいいかなっていう感じはしますね。なるほど、そういうことか。いや、やっぱ、PC はすごい細かく設定できるじゃないですか。コントローラーは本当、まあ、今だと調べたら14通りかな。まあ、本当に、はい。少ないですよね、はい、選択が。だけど、PC 版は、なんかいろんな設定ができるから、もう、どれにしたいのか全くわかんなくて。逆に、その、僕からすると、その、コントローラーのエイムってすごい、なんだろう、難しくて。はい。こう、低くすると当たるけど、低くするとすぐ振り向けないじゃないですか。マウスって、ね、ロー戦士にしても一瞬で後ろを振り向けるんですよ。確かに。はい、マウス振り向くと。ただ、低感度にしてしまうと、まあもちろん当てやすくはなるんです。僕も結構下手くそなりに当てやすくはなるんですけど、ただ、振り向けないんですよね。じゃあそのあたり解決するのをどうしたもんかなっていう。そうですね、コントローラーだとそうですね、まあ基本 COD に関しては、まあ海外プロとか、まあプロゲーマーたちは、まあ低感度が多いんですよ、はい、まあ5とか、そうですね、そう、グリードさん5ですもんね、はい、5ですね、僕が。まあやっぱ理由が、やっぱ高感度でそのバシバシ当てられたらいいんですけど、まあコントローラーとやっぱ難しいので、はいはいはい、まあ、低感度でその一瞬一瞬の打ち合いしっかり当てることを重視するプレイヤーが多くて、で低感度が多いんですよね。はい。で、まあ、その山田さんが言った通り、低感度にすると振り向きが遅くなっちゃうんで、とっさの打ち合いがこうなかなか振り向けなくてできなかったりするんですけど。そうなんですよ。それなんですけど、はい、なんか上手いプレイヤーは無駄な視点移動がしてないので、多分そのとっさに振り向くみたいなシチュエーションがそもそも少ない。なるほど。まあ、状況、まあ、立ち回りとかで補っている。そうですね。だから、その COD に関しては、コンシューマー COD に関しては、あんまエイム力どうのこうのっていうのは本当、ないかもしれないです。その立ち回りとか、そっちの方が。確かに、グリードさん、コマーシャルの動画で、そう、連携のゲームっていう風に言ったじゃないですか。そう、はい、今までのシリーズとは違って、その、なんだろう、個人技とかじゃなくて、まあ、連携で戦うとか、まあ、戦略的に戦うゲームだって話をしてて、今作っていうか、BO4 に関しては、まあ、その色がさらに濃い感じですか？そうですね。体力が、まあ、
今までしおりシリーズって100だったんですよ、体力は。で、簡単にもうサクッと倒しちゃう感じだったんですけど、今作150で、まあ、かといってめっちゃめちゃ敵が硬くて、かなりスポーティー系な FPS になって、なかなかこう1対多数っていう場面が全然勝てないんですよね。ああ、だからそういうことか。そこがちょっと難しいかな。じゃあ動きで補いつつ、まあ、打ち合いでミスをすることなく、なんかロジックで解決していくって感じですよね。例えば立ち回りでハマった時にそれをミスして取られないようにするためのエイムっていう考え、ね、そんな感じですね。はい、例の COD の PC 版と真逆ですね、多分。その、まあ、PC 版、ね、僕 COD やってるんですけど、もうなんだろう、立ち回りとかなくてひたすら、まあ結構当てやすいゲームなんですよね、その他のゲームから比べると。なのでもうガンガン振り回して敵がいたら撃つみたいなもう感じなので。そうですね、だからパソコン版とそのコンシューマー版の COD ってなんか強い武器が違うっぽくて、ああ、そのあたりも大きく多分作用してる。そう、面白いんですけど、なんかすごい COD でこうめちゃくちゃ反動がでかくて、まあ、命中率が悪い武器だけど攻撃力みたいな武器は、はい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 、やっぱコンシューマーとスティックだと難しいんですよね、コントローラーで狙うのが。なんだけど PC 版ではマウスだとこう反動が強い銃でもこう簡単に、ね、狙えるんで、あ、制御しやすい、PC 版ではそう制御しやすいんで、 PC 版では強かったりとか、結構強い物件も違いますよね、 PC とコントローラーで。なるほどな、面白いな。まあ、やっぱりそれが動きと関わってきてるってことですよね、うん。あとADS あるじゃないですか、あのコントローラーで、はい、であの PC 版のプレイヤーとの大きな違いって、個人的にそのプロ対抗戦とかを見てて思ったんですけど、はい、ADS をこうなんだろう、先に置いとくようにする動きみたいなのあるじゃないですか。なんて言うんだろうな、あれなんて表したらいいんだろう。 PC 版のプレイヤーって、はい、パッて画面を見てまず真ん中を合わせて ADS をするんです。でもそうじゃなくて、このパッドのプレイヤーって ADS をして、うん、そこに敵をこう、なんだろう、置いておくような、なんかこう、うん、覗きながら行くじゃないですけど、動きが多いなっていうイメージがあって。もう最初から構えて、まあ、銃を ADS 覗いた状態でってことですよね。そう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 です、そうそれでクリアリングしていくみたいな。あのあたりの違いって、なんでなのかなと思って。そうですか、あ、どうなんだろう。え、パソコンのプレイヤーってやらないんですかね、あんまり。僕は、あ、でも僕がおかしいのかわからないけど、僕は結構敵を見つけたら、真ん中で捉えてから ADS して撃つ。パッ、見えた ADS してパッて撃って殺すみたいな感じで COD はプレイするのが一番。あ、それはもしかしてあれかもしれないですけど、ヤマトンさんがやってきた FPS って、はい、ADS あんまないですよね。ああ。クロスファイアとか、確かに、まあ、オーバーウォッチとか。はい。確かに。まあ、単純に、こう、単純に僕がやってるのは、まあ、見つけてからその ADS 覗いて撃つとやっぱりタイムラグあるじゃないですか、撃つまで、敵を倒すまで。ああ、そうですね、確かに。だからもう普通に単純にキルタイムを早くするっていうか、もうすぐ撃てるようにしてるっていうだけなんですよ。ああ、じゃああれはもうか、多分ヘリをなくすために ADS で常に展開できるようにしてると、はい、もうちょっとなんかいつでも撃てるように構えておくっていう感じなんで、でも、はいはい、多分ヤマトンさんのやってきた FPS だとその ADS がないから、その ADS をしない状態でクリアリングとかするのが自然になってるのかもしれないですよね。ああ、まあそこはもう COD 力のじゃあ差ですね、多分もうCOD 力シュリードさんの COD 力がもう高いから、まあそのプロ対抗戦とかのプレイヤーとかも COD 力が高すぎるから、まあ極めるとああいう動きになるっていう感じなんですか。ゲーム性の違いじゃないですかね。まあ、でも PUBG とかは構え、PUBG 構えません？ PUBG はでも構えながらクリアリングはしないですね、普通。あ、多分やってたのが TPS だったから、そもそも、あ、なるほど、合わせながら構えて打つっていうか、あんまりエイム勝負みたいなゲームじゃないところがあるな、あのゲームって。なんか、なんだろう、あのゲームって今思い出すと、多分その、なんか、ワールド・オブ・タンクスみたいな、なんか、タンクスやったことあります、はい、あの戦車で。やった ないんですけど、まあ、動画とか見たことありますね。なんかこう、位置を取って、一方的に撃つゲーム、うん、打ち合いのゲームじゃないんですよ、なんか COD とか。まあ、まあ、バトロワはな、そうですよね、バトロワゲーは。そういったことありますね。まあ、なんで、あんまりその ADS とか、覗きながら、一個ずつクリアリングとかはない
ですね、基本的に。なるほど。あるといえどもみたいな。逆に SF2 っていうゲームも、その ADS はあったんですけど、あれはそのクリアリングの仕方が今度特殊で、はい、まあ、ちょっとなんかテクニックがあって、ポリアンステップみたいなテクニックがあって、まあ、それでクリアリングしてってたんで、まあ、ああいう COD のその ADS で覗くっていう動きは、まあ、したことなかったから、まあ、多分単純にこれは、COD 力の、まあ、差なのかな、多分デバイスとかじゃないのかなっていう感じが。まあ、ゲーム性の違いかもしれないですよね。なるほど。で、その山本さんも最近、Call of Duty の PS4 版やっていただいてるじゃないですか。はい、今日もね。すごい、僕も嬉しいんですけど。で、おすすめの感度、はいっていうのは、みんな今もやってる人いたら、もしおすすめの感度、はい、僕的にはまあまず最初は6か7とかそれぐらいから始めるのはいいかもしれない。まあ中、はい、中感度ぐらいですかね、大体。というのは6か7をおすすめの理由は、はい、理由がですね、でまあやっぱり COD 低感度の方がやっぱ弾当てやすいんで絶対強いんですよ。はい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 、なんですけどやっぱさ始めたてとかはやっぱり敵がどこから来るとか分かんないじゃないですか。こうマップの把握も分かんないし。分かんないですね。でも絶対それってやってれば、大体こっから敵が来るなとか、まあ、なんだそういう流れというか。ああ、分かります。こういう、まあ、ケースだったら常識というか、はい、そうですね。そういうの分かってきたら多分、キョロキョロする回数も絶対減るじゃないですか。はいはいはい。なんで、まあ、まずは、この、まあ、最初は分からないから中間度ぐらい、まあ結構そのとっさの打ち合いもまあ多少は対応できるみたいな、はい、中間度にして、で慣れてきたらだんだん下げていくみたいな、まあ最初7だったけどだんだん慣れてきたんで6とか5とかに下げて、僕は5がおすすめなんですけど一番。はいはい、そうですよね、グリードさん5です。はい、まあそうすればまあ弾も5ですごい当てやすいし、でマップ覚えてきてたらならそのキョロキョロする必要も多分減ってくるだろうし。まあそうですね、なるほど。まあまあだからそうですね、最初は7とか6がいいかもしれないですね。わかりました。まあパッドでプレイする際はやっぱりなんだろう、あんまりその視点移動を行いすぎない、まあ、その俊敏に多分動かせないっていうところで、やっぱり落ち着いた動きがすごく重要で、うん、まあその立ち回りとか、まあ、そういった部分がすごく重要で、そこに当てはめたときになるべくそのチャンスを落とさないように、まあ、ロー選手できっちり当てていくっていうのがすごく重要だという感じなのかな。そうですね、あ、まあ、ごく稀にすごい高感度でやってる人もいるんですけど、はいはいはい、はい、まあ、その人なんかスナイパー使ってたりとかちょっと特殊なプレイヤーもまあ全然いるんで、まあ例外ってっていうのは例外もありみたいな、もちろんありなんで、もちろんありみたいな、多分そのプレイヤーはそのプレイヤーで多分何か考えがあって多分やってると思うんで、そうですね、まあ、またそれはそれで、そうですね、まあこういう考え方も一つの考え方ですよ。そうですね、そういうのもあるよみたいな。そう、動画そう見てると本当に落ち着いてるんですよね、そのパッドのプレイヤーもそうですし、そのやっぱグリードさんとかの動画見てると、そうめっちゃなんか俺がパッとやってるんですけど全然違うっていうか、まあ、その PC でやってる時も全然違うけど、いや本当に落ち着いてすごい淡々と倒してるし、まあ、エイムもめちゃくちゃ強くて、全然あれなんか俺のやってる COD と違うみたいな感じ。それはもう僕も思ってますよ、そう、ヤマトさんやってる PC ゲーム僕のやってる PC ゲーと違うみたいな。いやいやいや、もうそれはまあまあ、まあ、いやでもそうですね、まあでもこれでより一層僕もちょっとパッとですげえプレイしたくなったな。いやーもっとね、やっぱりパッドとか上手くなりたいなっていう、まあ話をちょっと広げようと思うと多分あれですね、多分7、8、9ぐらいで噛んでくると思うんで、この辺りにしておきます。そうですね、はい、そうそう、じゃあ次に行きますか。5番目行きますか。そこちょっとね違う話題なんですけど、また、うん、おすすめの自分仕様のデバイスとその理由というところで、全然1個じゃなくてもいいですし、まあ今回ここからじゃあ行きましょうか、うん、はい。僕今、その、まあ、スティールシリーズさんの、まあ、こう、スポンサードを受けさせていただいてて、で、まあ、やっぱり、一番、なんだろう、今やってるゲームですごく、まあ、フォートナイトっていうゲームやってるんですけど、まあ、キーボード結構重要なんですよ。はい、フォートナイトって。うん。いや、その、ですよね。そう。押し心地とか、すごい重要で、まあ、赤軸ベースになってる、まあ、その、Apex M750 っていうキーボードがあるんですけど、
やっぱり、なんだろう。多分パッドとかだと、でもどうなんだろうな。まあでも COD とかってあんまり複雑な入力とかはないですよね。うん、なんかすごいシンプルですね。ああ、じゃあ例えられないか。じゃあそうですね。まあキーボード、まあ結構僕も初めてフォートナイトで、まあこんなに複雑なキーボード入力をするようになったんですけど。まあ僕、まあちょっと触ったらわかります。まあいろいろ建築とかまあいろいろありますからね。キーボードね。そうなんですよね。そうです。で、何を押してるか、押し心地がなさすぎると、まあ、確かに反射が反応が速くなってガンガン次のキーを押せるんですけど、はい、ただ何のキーを押したか頭で処理ができないから、ミスが多発するんです。その建築とかでも。なのでそのすごい間を行ってていい線を打ってる、まあ、その赤軸ベースになってる、まあアペックス M750 が個人すごい推しなんです。逆にコントローラーとかで、なんだろう、やっぱ押し心地とかってあるんですか？ボタンとかで。押し心地、そうですね。あんまり、その COD というか、まあ、コンシューマーは、そのパソコンみたいにいろんなデバイスがあるわけじゃないんで。はい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 。そんなに変わらないかもしれないですね。ああ、ボタンとか、なんかこう、なんだろう。ボタンの隙間にこう何かを入れてみたいな、硬くしたりとかっていうのは特にはない。まあ、スティックにこうなんかアタッチメントつけたりする人もいますけど。ああ、まあ、なんか基本はデフォルトが。あ、でもやっぱりコントローラーってもう僕の場合1ヶ月で壊れちゃうんで、その、はいはい、使ってると、はい、もう反応しなくなったり、スティックがすごいもうゆるゆるだなっていうのはありますね。まあそうしたらもう変えたりとか。ああ、じゃあその、このキーボードの、まあ、そのタイプ感とかいう代わりに多分そのコントローラーのスティックの柔らかさとか。そうだよ、 コントローラーはまあ耐久値が減ってきたらおかしいなみたいなのはありますね。あー、やっぱそういうところになるんですね。確かに僕フォートナイト始めてからそのコンシューマーの人ともちょっと話す機会があったんですけど、やっぱみんな言いますね、はい、そのスティックの硬さみたいなのがすごく重要だって話をしてて、用意されたばっかりのなんかそのスティックとかだとやっぱ感覚が違くて全然うまくいかないみたいな話は。うん、そうだいぶ感覚も違ってきますね。でもその辺いいですよね。まあなんかマウスとか絶対長持ちするじゃないですか。あー確かに。ずっと使ってても使用感があんまり変わらないって言ったらいいのかな。ああ、でも実を言うと僕変わりますか？昔そのクロスファイヤーやってた時に、はいはい、あの頃はまだこんなに高性能なマウスがなくて i3.0 っていうマウス使ってたんですけど、はい、1ヶ月に1回壊してましたね。投げてたとかじゃなくて壊れるんですよ。なんかどういう、ま、マウスどういう風ですか？マウスがこう壊れるって断線するとか、あと、マウスのクリックが返ってこなくなったりとか。ああ、なるほど、そこか。一番押すとですね。そういうのもありましたね。結構壊れてたな。まあ、その、当時クロスファイヤーの時に。コメントで、断線が、めっちゃ断線についてみんな驚いてるんだけど。断線？断線？断線って何があったんですか？まあ、そうですね、その、マウス、まあ、やっぱり、1ヶ月に1回ぐらい壊れてましたね、平気で。まあ、超ロー選手でプレイしてたってのもあって、振り向き。ああ、もう、めちゃくちゃ動かしてたってことですね。そうですね、振り向き50で、一番低い時70センチぐらいでプレイしてて、で、動かし方が異常だったんで、それで壊れたのかな、よく断線したのかな、っていうのも、あったのかもしれないです。うん。逆に、じゃあ、グリードさんは、なんかこう、なんだろう、僕の、コンシューマー機で、これは絶対押さえときたいみたいなデバイスとかってあります？これは絶対押さえておきたい。なるほど。そうですね。まあ、僕は今、ゼンハイザーさんに、はいはいはい。ラッシュゲームしてもらってるんですけど、はい。まあ、コンシューマーって、まあ、コントローラーっていうか、あんまかけるデバイスが、なんだろう。はい。お金をかけるデバイスがそんなにいっぱいあるわけじゃないんで、こう、マウスとかキーボードとか、マウスパッドとかないんで、あ、まあヘッドセットかモニターかみたいな感じになってくるんですよね。はい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 。なるほど。で、僕が今、
ゼンハイザーの GSP600 っていうヘッドセット使ってるんですけど、なんか宣伝みたいになっちゃうな。あ、いやいやいや、大丈夫ですか？むしろ宣伝皆さん大丈夫ですか？はい。全然大丈夫ですよ。はい。はい。いや、もう、まあ、とにかく、すごいヘッドセットですね。まあ、音がいいのはもちろん、すごいんですけど。あ、音なんですね。なるほど。はい。なんか、すごいゴツゴツしてるんですけど、見た目は。すごい軽くて、ゼンハイザーのヘッドセット、昔からすごい軽いんですよね。はい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 。だから、長時間全然使えるのと、もちろんあとマイクの性能もすごいいいですし、ゼンハイザーってもともとマイクメーカーだったりもして、あのなんか飛行機とかのなんかあれですよね。そうですね、飛行機とか管制塔とかのなんかあれに使われてるみたいな、ガチガチいろんなところのテレビとかのマイク作ってたりとかするんで、マイクもいいし、はい、なんかヘッドセットの右側にちょっと丸いまあところがあるんですけど、それをちょっとひねったりするだけで音量調整できたりとか、はい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 、マイクをこう上に上げるとミュートになって、下に下ろすとオンになったりとか。あ、便利機能もついてると。そう、便利機能もいっぱいついてる。まあ、でもお高いんでしょ。そうなんですよ、お高いんですね、ちょっとだけ高いんですね。ちょっと、なるほどね、いいものですからね。ほにゃらら3万、ほにゃらら3万ぐらいでも、まあ、まあ本当にその分の価値はあると思いますね。まあまあ、それだけの、まあ、価値があるからこそその値段ということですね。確かにそうですね。あ、そうですね。いいものはね、やっぱりいい値段しますからね、本当に。そうですね。なんか、うん、どのデバイスもそうですけど、僕的にはなんか安いの買うよりこう、ちょっといいやつを買って長く使った方が絶対長持ちするとかいいと思うんで。確かに洋服とかもそっち、うん、そうですよね。なんかあの、本当にいいものは高く買って、普段はこう390円のベルトをつけるみたいな感じです。うん、この例で合ってんのか、うん、まあ。まあ、多分合ってます。まあ、皆さんね、見てる人も、キーボードもデバイスもね、なんか、ちょっといいの買うと、はい、まあ結構毎日こうプレイするよって人は、ちょっといいの買った方がいいかもしれないですね。そうですね、確かに。まあそうだ、毎日時間をかけるものだからこそお金をかけてもいいんじゃないかって、すげえいい話だな、これ。めちゃくちゃいいですね。あ、でも、あ、そうか、モニターとかって、基本的に、はい、コンシューマーって 60fps ですよね、基本的に多分。そうですね、コンシューマー60なんで。60の中でも、でも 240Hz リフレッシュレートって、なんだろう、その、理論的には多分意味がある。意味が あるのかな。一応、ゲーム内のその出力で60枚のものを、240回描写してるんで、多分まあビザなんですけど、多分意味はあるのかなと個人的には思ってるんですけど、どうなんだろう。でもあんまり俺 60Hz で240でやらないんで、まあそこら辺はあんまりみんなこだわりが特にないかなっていう感じですかね。多分モニターとかは、そうですね、僕もモニターはそのまあ60の普通のやつなんで、でなんかこうオフライン大会とかで使われてるのと一緒のやつにしてて、はい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 、あんまりどうなんですか、どうなんでしょうかね、そこの辺は。で僕も結構まあモニターのそのリフレッシュレートですかに関しては、うん、最初その PC やった時もで、僕今144の使ってるんですけど PC で、はい、まあ最初まあ60だけど140、あ、60だけど144のつもりでしばらくやって、いや、ある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 、いや、そう、あるあるですよ、あるあるある、めちゃくちゃ感動しながらやってたけど、よく設定見たら、うん、変わってなかった、60のままだったって。それね、絶対やる人多いんですよ、本当にめちゃくちゃ多いんですよ。あのネットカフェとかで初めて240とか触って、これすごいっすよみたいなことを言われて、なるほど、いやでもこれどう見ても 60Hz だよなってもう言えなかったですもん、その時。そうですね、やっぱ違いますよねって言ってその場を去りましたもん。まあでもそうですよね。めっちゃ言いますね。逆にどうですか、その山本さん普段240とかやってるじゃないですか、その、はい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 、コンシューマーの方やってみて、 60の仕様でやってみて、なんかやっぱり、いや、やりにくいですよね。なんか目がね、やっぱり疲れるんですよ。あー、なるほど。結構ザラザラしてて、その、なんだろう、敵が
ジャンプしてるときとか、なんか、あれこいつどこ行った、あ、死んだみたいな感じになったりとかっていうのが結構多くて、あと、そのなんだろう、結構収録系の仕事とかで、60Hz でプレイする機会ってそこそこあって、PC の。はい。あ、PC でも。はい。なるほど。そのときとか、やっぱり、あれですよ、すごい、え、あれみたいな、どこ行ったっていうのはすごいありますね。なんかその、情報量が少ないから認識ができないのかな。すごい、こう。ああ、そういう感じなのか。なるほど。あとは、あれですね、画面、マウス動かすじゃないですか。で、画面に反映されるじゃないですか。はい、でそれも、なんだろう、240Hz と 60Hz だと、すごいこう、遅延してるじゃないですけど、なんかこう、同期されてる感がなくて、違和感がすごい。なんかこれすごい感覚的なところなんですけど、なんか、なんだろう、手から離れてる感覚がめちゃくちゃあって、それもやっぱりコントローラーでやってる時にすごい感じますね。なんか、海の中でプレイしてるみたいな。なんかこう、右向いてる時にちょっと遅れて右向いてくるみたいな感じは、なるほど。めちゃくちゃ違和感があります。うん。そこも個人的にコンシューマーの難しいとこだなって思ってますね。うん。もう僕たちはもうそれで慣れちゃってるんで、ほんと違和感ないんですけど、そうですよね。まあ、倍以上違いますからね。そう、4倍、そうですね。情報量が多く見えてるんで、そうですよね。そこちょっと羨ましいですよね、PC 版。いやー、まあ、より良い、まあ、環境ではあるんですけど、まあ、ただ、そこに慣れると、ちょっと他のものでプレイしたときに、こう、目がね、ついていけないみたいな弊害もね。まあ、人はね、こう、いいものにならされると、まあ、こう、どんどん適応できなくなっていくというか、まあ、難しいところなんですけどね。そう、スマホとかでゲームやったりすると、今度、また30フレームレートぐらいになるわけじゃないですか。確かに、はい。もう、やばいですよ、本当に。もう、10分やってるだけで酔いますもん。スマホのシューティングゲーム。あ、酔っちゃいます？いや、結構きついですね。この間、フォートナイトのフレームレート30プレイしたんですけど、スマホで。フォートナイトで30、ほんとやばそうですね。やばいです。スイッチ版とか 30fps だと思うんですけど、あれでできるなっていう。個人的には、ちょっと、難しかった。まあでもそこを、もう本当に今週もよくみんなあれだけすげえプレイできてるなっていうところでも、ありますね。いや、すごいっす。いや、だから、超人なんじゃないかと思ってます。本当に。すげえ。慣れですよ、慣れ。慣れなのかな、ね、今後も、もし、今週も対応したら嬉しいですね、はい、って感じですね。まあ、そうですね。また、処理能力とかね、すごい今後の本当に、発展が楽しみですね。今週まで240とか出るようになったら。もう次の世代ぐらいできるんじゃないですかね、わかんないけど。なんかできそうな、もう。あ、そうなんですか。できそうなのかな。そろそろちょっと楽しみだ。できたら面白いですよね。そうすると、こう、エイスさんとかのモニターとかも、すごい、喜ぶんじゃないかな。確かに。240の EI が出てくるみたいなところが。コンシューマーの人たちも140とか、そっちも欲しく、なんだろう、需要が出てくるっていうか、欲しくなってくるんで、それはそれで面白いですよね。また新しい展開が見えてきそうだなっていう感じですね。宣伝って言われちゃう。いやでもね、面白いですよね、そういう部分も。また、うん、また俺らのね、こうやってプレイヤーとかのプレイスタイルとかもしかしたらもう変わるかもしれないし、うん、その、うん。だから、そういう部分も、デバイス周りも非常に今後楽しみです。じゃあ、6番目いきます。そうですね、そろそろ。次は。ここは、そう、普段意識的に練習している部分っていう感じなんですけど、まあ僕と多分グリードさんの、その、なんだろう、ゲームの多分向き合い方自体が結構、違うと思うんで、まずはじゃあ、なんだろう、うん、ここまでプロゲーマーとして活動していた部分、そうですね、まあ、意識的に練習して、まあ、意識してる部分っていう感じでいいと思います。うん、そうですね。まあ、まあ、やってることがあって、結構昔から。はい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 。その、まあ、ノート取ってるんですよ、毎日。練習の前とか後でも。まあ、個人メモ。はい。で、最近はまあ、とにかく、まあ、チーム練習が終わった後は、絶対こう、その時あったことも、どんな細かいことにとりあえずメモ取って、はい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 。で、その後に、まあ、海外プロの動画とか、あと自分の動画も、プレイした動画を見返して、比較したりとか、まあ海外プロやっぱ、本当うまいんで、うん、まあ、お手本ですよね。お手本を見て、何が違うのかっていうのも、見て、それもメモして、はい、で、次の日の練習の、
前にみんなにこう昨日はこういうとこでこうだったねってのを話しつつ、まあ、メモしたことを話してっていうのをやってますね。いやもう今、まあ、あれだよ、コメント欄ももう素晴らしいと素晴らしいですよ。あでもそんなまあ最近っちゃ最近ですね、これちゃんと本格的にやってるのは。まあ、でも本当に覚悟を取ってそのなんだろう、問題をまずそのなんだろう、こう結構なんだろうな、明らかにできるじゃないですか、これとこれが問題だったっていうのと、うん、まあ、っていうそのメモもありますし、あと自分がこうなんだろう、理解したことってアウトプットっていうか書くとなんかより固定化されたりしません？結構そうですね、なんか結局書かないとやっぱ覚えないのと、うん、その書いてでその試合前にみんなに自分から話すと完全に覚えるんですよね。あ、そう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 、そうですよね、教えると覚えるんで、やっぱり一回こう人に話すとなんか話すときになんかこう芯を理解しようとするじゃないですか。話そうとするときにここをこうしてこうやって話したら分かりやすいからっていうのを考えると、うん、あ、つまりそういうことかみたいな、ね、なんかあるじゃないですか。まあそうですよね、そういうアウトプットって結構自分にも跳ね返ってきて、めちゃくちゃ大事ですよね。うん、めちゃくちゃ大事。コールデューティーって毎年作品が変わるんですよ。で確かに毎年変わるし、そのしかも全然違うんですよ。同じ COD でも本当ゲーム性っていうのがもうゴロゴロ変わっちゃうんで。確かにそろそろ大事だし、特に今とか発売した後なんで、もうそのなん前作との差がもうすごいんで、はい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 、もう本当一からやってる感じですよね。また、まあ、めちゃくちゃ大変、これは大変ですね。いやもう本当にそうですよね。だって今新しいところも、ま、みたいな、しかもだってアップデートとかでまたこうゲームのバランスが変わってそこを考えていかなくちゃいけないから、うん、その競技的シーンで本当に最前線のプレイヤーってマジでそこ考えていかなくちゃいけないの大変ですよね。まあ多分こういう e スポーツっていうところで選手として活躍してる人、多分なんか柔軟性とかそういうのが高いんですかね。いやー、まあ、確かにそう、コロコロ変わりますからね。特にオーバーウォッチとかもうめちゃくちゃ変わったりとかもしますし、あキャラのアップデートがちょっとあるだけで、まあそうですね、一気に変わりますもんね。それでそう人の強弱がついたりするんで、だからそういった柔軟性もそうですし、いや対応していくの大変ですよね。理解力とかも本当に高くないと今のゲームついていけないだろうし、まあ、僕はやってるのはメモを取ることとやっぱり海外のプロ選手の動画を見ることですかね。うん、一番は、まあ、やっぱり動画重要ですよね。確かに、うん、僕もほぼ毎日そのチーム練習の配信してるんですけど、はい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 、まあ、半分は自分用ですよね自分で見返してるんであアウトプットしてまたその問題があるとこをこう振り返ったりとか、うん、そうですよね。なるほど、まあ、メモを取ることと、まあ、そしてそれをアウトプットすることを普段意識的に練習してる分、これ本当に今聞いてる、なんだろう、これから競技シーンとか、そうですね、これから絶対やった方がいい部分ですよね。そうや、これからね、まあ目指そうと思ってる方はもうぜひ、まあ、毎日やってほしいですよね、やっぱり。うーん、頑張ってね頑張ってね頑張ってね。じゃあ逆に僕今 すごい、なんだろう、まあ7番とちょっと被っちゃうんですけど、まあ普段意識的に練習している部分なんですけど、はい、まあゲームをすごい並立してるんですよ今まで。そのなんだろう、本当に FPS とかやってる時はもう全ズッパ、そのゲームしかやってないような人間だったので、うん、今あらゆることを挑戦しててすごい浅い感じで全部を積み重ねてってるので、なんかなかなかやっぱり難しい部分もあるんですけど、やっぱり一番重要なのはさっきも上がったんですけど、その、うん、動画、やっぱ動画を見ることってすごい一番ためになる、はい、あんまりその自分でプレイしなくてもその今新しいこと何やってるのかなっていうので、その最短でやっぱたどり着けるじゃないですか、動画って。その上手い人の動画とかが上がってたら、うん、 そこに対してそのなんだろう、無駄な努力がいらないので、やっぱり動画は絶対見るっていう部分と、うん、またやっぱりやったことないジャンルとかも今チャレンジって、ハースストーン、それすごいですよね。
や、本当に。なかなか、はい。もう、ゴリラとか言われながらも、カードゲームと向かい合ってて、意味わかんねえって思ってるんですけど、ただ、その、やっぱり同じゲームなので、何か通ずる部分はあるなっていうのはすごい思ってて、やっぱりどのゲームも、なんだろうな、上のレベルになっていくと、結構こう、当たり前の部分が、こう、多くなって、うん、そうですね。で、そうですよね。だって試合中に全部考えないじゃないですか。ここが、まあ、例えば、その、今、メインに僕がやってるフォートナイトだったら、今、資材がこれだけあって、相手がここにいて、ダメージが、なんか今、20入ったから、ここらこう考えてっていう風には、全部いきなりその場で考えるんじゃなくて、そこが当たり前になってて、例えば、資材やって、相手が白ダメ出たらもう詰めるみたいな、すごいこう、どん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 シンプルになっていく。その当たり前の部分が広くなっていくじゃないですか。で、その、当たり前の部分を、まあ、増やせるようなその勉強の仕方を自分は今一個ずつしてますね。多分どれも多分本当どのゲームもやっぱりそうですよね。そのうまくやっていくと、まあ、共通してる部分ありますよね。うん、なんか結構 FPS も特にコールオブデューティーでもなんかすごい上手いプレイをなんか実はチェスとか他のゲームが得意だったり、うん、はい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 、意外とそのカードゲームとかまあすごい頭使う系。まあ、すごい頭いいやつも FPS やっぱうまいですよね。まあ、やっぱりカードゲーム初めて触れてみて、その共通してる部分はやっぱこう有利さと不利さみたいな。まあ、そこにどう持っていくかっていうのはやっぱりそのカードゲームと FPS はやっぱり、まあ、それはカードの種類とか、まあ、デッキがあるんで違うんですけど、その概念的なもの、そのどう有利に持っていくか。例えば、はい。ラウンド系の FPS だったらフラッシュ焚いて、目つぶしして、打ち合えば 100% 有利で取れる。っていうのがあるじゃないですか。で、それが、まあ、その、例えばカードゲームだったら、まあ、なんとかで除去して、有利な状況から、いただくみたいな、うんうん。結局そうですよね。なんか FPS も、COD も結構わちゃわちゃしてるようで、実際僕たちもすごい、いかに次有利を取るか、まあ、有利な位置でどう、こう、崩していくかみたいな。うん、まあ、本当カードゲームとかそっちと同じような考え方をしてるんで、多分やっぱり一緒ですよね。そこがすごいそう興味深くて、まあ多分これからもいろんなゲームをやっていくとは思うんですけど、まあまずいきなりちょっと違うジャンルでカードゲームってところでやってみて、まあ、すごいやっぱりゲームってなんかこう似てる部分があるっていうか、どのジャンルでもやっぱり共通する部分はあるんだなっていうのは多分これからもまあ出ていくのかなって感じしますね。まあ、ちょっと話それちゃいましたけど、まあ普段意識的に練習してる部分としては、まあ当たり前にできることの量、まあ個人的にはさっき上がった以外だと、うん、はい、当たり前にできる部分を増やすっていうことですかね。うん、脳の容量をその使わなくするっていうのはすごい大事なのかな。まあ本当はこれでも一番そのなんだろう、当たり前のことを増やすには、はい、一番最短を行くには上手いやつとやることだと的には思って。あ、そうですね。そうなんですよね。そう、上手い、やっぱり。そう、上手い人と起こされないとみたいな。そうそうそう。上手い人とやるとその敷居まで上がらないと絶対戦うことができないから、ひたすらボコられながらやっていくといつかこう中和されて均等になって、それが当たり前になっていく。だから当たり前の部分が多くて、そのそれより低いレベルで戦った時とかもう特に何も考えず動くことができるっていうのがあるんで、まあそうですよね。ですけど、はい。まあ、ただ配信とその両立する部分でまあ難しいんで、まあなかなかその最短距離ってのはいけてはいないものの、まあできる範囲でまあそうやって意識してやってるっていう感じですかね。うん、僕はそんな感じですね。なかなかすごいと思います。その素晴らしいというか、なかなか僕そのまあなんだボードゲームとかなんか他のちょっと全く別のジャンルっていうのはやっぱ苦手なんで、それをやろうとは全然思えないんですよね。だからそれをやるってなるのはすごいですよ。いやーでもなかなかハードモードですよ、もう本当に。まあ、配信でやってるっていうのも多分あると思うんですけど、やっぱりもうね、まだやっぱりこうなんだろう、始めたばかりでやっぱ見てる人も多分非常に歯がゆいっていう部分があって、まあそうですね。いや、そっちじゃないみたいな。まあ確かにね。まあそういう風に言われながらっていう部分はあるんですけど、まあ、くじけずね、ちょっといろんなジャンル、まあカードゲームだけじゃなくて、いろんなジャンルは今後ちょっと広げていきたいなと思うんですけども、まあちょっと7番の話題に被っちゃったな。そうですね。はい。最近の、
ならば。そう、最近の活動についてというところで。まあ今、最近の活動。そうですね。じゃあ、ちょっと、グリードさんの方から、先。そうですね。はい、最近の活動も、今も昔も変わってないんですけど、まあ僕は、基本 COD で、まあ選手として、まあ毎日、チームで、まあ練習して、それと、まあ YouTube や Twitch で、まあ動画配信活動をして、っていう感じも、ひたすらそれを、毎日やってる感じなんですけど、で12月にラスベガスで世界大会ねあるんですよ、アメリカで。はい、でそれを控えてて、で明日も大会あるんですよね、12時から昼の、はい、明日こんな間に時間をいただいてしまってね。いやいや全然よかったのかなっていうところもあるんですけど、はい、その次も来週も大会があってっていう、はい、まあ本当に今は選手活動で忙しいっていう感じですよね。まあもう、まあ、12月、まあ、そのまでっていう、今、まあ、一旦の形があるとはいえ、今は選手としてそこに向かって大会で活動していくと、まあねはいまあ、競技メインで、まあ、かつその YouTube とかも忘れずに活動してる。すげえな。よく時間、いや、本当にその時間とか。よく足りるなっていう分が ないですよ。いや本当ないですよ。ですよね。ですよね。いやもう俺今すごい罪悪感が今、ねうん、いや全然いやでも今日はもう本当ちゃんと時間作ってきたんで大丈夫です。ごめんなさい本当にそんな。いや全然いやてか僕からね今回は僕からね、はい、対談っていうかコラボしませんかって言ったんで。すみません、ね。全然大丈夫です。いやでも本当に。いやでもあそう。はい、大丈夫ですよ。ちょっと僕の一日みたいなことを話しましょうか。はい、なんかいい、ね、そのプロゲーマーの生活みたいな気になってる人もいるかもしれないんで。おいいです。まあ、生活の日常。はい。朝起きたら、まあ大体僕はもう昼ぐらい結構遅いんですけど、昼、まあ12時とかそれぐらいに起きて、で、最近は、まあまず、海外の動画見るんですよ、起きたら。まあ、昨日の振り返りも含め、はい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 、まあ、まず見て、もうお手本なんで、とにかくそれは毎日見るんですよ。はい。で、まず、まあ、最近なるべく毎日動画上げてるんですけど、まあ、動画撮影ですよね、あと。まあ、基本は COD の実況動画を、はい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 、撮影する時間。そう、これが結構かかるとき、まあ、すぐ終わるときもあるんですけど、かかるときは普通に5、6時間とかかかったりするんで、まあ、練習とか。そうですね、はい、練習も兼ねて撮影して編集してサムネ作ってっていうのも、そのサムネとかもなかなか納得できない時とかはもう何時間もかけたりとかしちゃったりして、まあしないと、はい、まあ、大体動画撮影に、まあ、長くて5、6時間で、その間にご飯も食べたりとかで、最近はその時間あったらジム行ったりとかちゃんと動いたりなるべくしてます、ね、これはすごい、マジで、いや体動かすっていうその部分は本当にすごいな。でも本当それぐらい動かさないとやっぱその試合中とか、まあ、ゲームしてる時がもう体がもうめちゃくちゃガチゴチというか、もう本当よくプレイに影響するぐらいなっちゃうんですよね、動かないとやっぱり。ああ。動いた方がいい。海外プロも筋トレめっちゃしてるんで、俺もやろうかな、みたいな感じで。結構軽い感じで今やってるんですけど。いやー、すごいなー。でも、すごいなっていう感じですね、本当に。感銘を受けるというか、みんなもコメントもね、みんな、やべえってなってます。筋トレはもう筋肉は結構何でも解決できると思うんで。急に脳筋みたいな。まあ、いやでも確かに体鍛えてる人多いよな。格闘ゲーマーの人とかもすごい体やっぱ鍛えてる、ね、大会とかのね、ハードな大会に向けて鍛えてるっていう人はすごい多いですよね。で、まあそういうのは撮影とか、まあ、動画とかちゃんと上げられたら、まあ、もう大体夜の7時とかになったりとかして、で、まあ、ご飯食べて、で夜の9時から大体チーム練習始まるんですよね。はいはいはい、9時からチーム練習が始まる、まあ、でまあ昨日の振り返りします、で練習始まります、でそれがで終わって振り返りとかして、大体 夜中の3時4時とかが多いですかね、最近は。あ
で3時4時になり、ああ疲れたなって言ってお風呂入って寝る、で起きたらお昼で、まあそれの繰り返し、まあ、繰り返し、ずっと本当もうぐる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 、ああいやー本当なんか全然出かけてないですねって感じですね。まあ、体を動かしてるんですけど、なんか友達とおい飲み行こうぜっていう暇はもう全然ない。ああ、まあ、ゲーマーの宿命みたいな。僕もやっぱりそういう活動してるときはなかなか難しかったですね。そういう時間はなかったです。やっぱゲーム時間、そうですね、足りないですよね。やっぱり足りないですよね。やっぱり足りないですね。本当足りないですよね。そうですね。はい。いや本当に。そうだと思います、うん、足りないです。あ、これは現在なんですけど、学生時代、はい、僕もちゃんと大学は一応出てるんで、その学生時代は、はい、でもまあ似たようなことをしてました。学校行った後帰ってきた後はもう普通に動画撮影して、はい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 、でチーム練習してみたいな、同じことをしてましたね、ずっと。いやでもその学業とか社会人とかをやりながら競技活動するのってめっちゃ大変ですよね。そこすごく大変でした、ね、共感する部分で、僕もアバンの時にその社会人で働いて帰ってきてクラン戦して朝ぐらいまでやって、ね、3時間ぐらい寝ていくみたいな感じだったんで、大変ですよね。そう、みんなそうですよね。そうなんですよね。はい、正直なんかその今プロゲーマーって言われてる人たちってやっぱそれぐらい好きじゃないと、そのゲームが好きじゃないともうやっていけないというか、むしろなんだろうな、それぐらい好きだから、ゲームが好きだからもうそんなきつくてもなんかやれるっていうか、まあそうですよね。今めちゃくちゃ忙しくてもやりたいみたいな。まあそこまで本当にやりたいからこそそれだけの苦痛というか、まあ苦行にも耐えられる。だからいや苦行と、あと、まあ、やっぱり挫折というか辞めていく人たちもやっぱ多いじゃないですか。やっぱそういう人たちの理由としては、やっぱりこう今まで楽しいでやってたゲームがこう、まあ、いわゆるガチになると楽しくなくなるみたいな。まあそうですね、その反省会とかっていう人が多いですよね。まあそうですね、そういう、そうゲームの向き合い方とか もよりこうストイックになって、でかつ自分のそのなんだろう、まあ、ゆとりある時間とかもなく、修行僧みたいな。そうですね、修行ですよね。でもそれでも好きでいられるかってことですよね。そうですね、それでもその世界にいられるかって、まあいられる人が今やってたりっていう感じですよね。本当に本当にそうだと思う。本当でもアバやってた時とか、そのまあ一番やっぱり始めたのが遅くて、まあ基本的にやっぱりいろいろ指導される日々が続いてて、でそれで、はい、そうその中ででもきつくて3時間睡眠でも次の日またやって、また反省会でしばかれみたいな感じだったから、まあでもそれでもやっぱ続けられたのはやっぱり好きだったからなのかなっていう。そうですよね。僕さ、これちょっと次とかぶっちゃうんだけど、ですけど、僕の、はいはいはい、最後にこの、なんだろう、まあ今、こういう世界に入ろうかなって思ってる人たちに向けてちょっと言いたいことがあって、ぜひとも、まあ、アドバイス的な感じです、最後に。はいはいはい、はい。まあ、そのゲームが、まあ、好きで、あ、俺はプロゲーマーとしてやっていけるってもし思ってるなら、まあ、1ヶ月本当にガチで、まずは。もう本気で、もう全力でそのゲームを、やってみて、それでもなお好きだったらまあ続けてもいいんじゃないかなって。はい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 、とりあえず1ヶ月、まずそこでテストをしてみないと、まあ後で責任が伴った時にずれるとより、まあ、大変なことになってしまったりとか。そうだよね、まあそんな感じですね。まあ次はじゃあ、はい、ヤマトンさんの最近について。もう最近そんなすごいね、もうなんか話になった後に僕のね最近の活動についてっていうところなんですけど、いや僕のその活動の部分については、まあ、さっき言ったように
まあ、いろんなゲームに、まあ、手出してます。で、まあ、理由としては、その、本当に最近、イベントとかにいろいろ出させていただくことがあって、特にフォートナイトを始めてから、プレイステーション4のユーザーと関わったりするような出来事がたくさんあるんですよ。で、それで僕の価値観が結構変わって、やっぱり、まあ、僕 PC でフォートナイトプレイしてて、まあ、フォートナイトっていうところの魅力をま伝えるためにはまあ尽力はするんですけど、やっぱり PS4 のフォートナイトとかを知ってれば、もっと面白いことが言えたんじゃないかなとか、まあ、その、まあ、それも、まあ、そのフォートナイトの分で言えばそうですし、まあ、例えばカードゲームとか知ってたら、やっぱカードゲームの人に逆にシューティングの良さとかを説明できるだろうし、まあ、それもまた逆もしかりで、シューティングの人にカードゲームの良さとかも説明できたりとか、まあ、やっぱり活動の幅も広がるし、いろんな人にいろんなゲームの良さを教えられるからっていう部分で、本当にまずは自分のなんだろう、できることを今増やしてるっていう感じ。いや、すごいですね、それは本当に。でもこれ本当に初めての挑戦で、その横に広げていくっていうのは、まあ、やっぱりやっていく上でなんか、いやー本当にもっとこうね、早く理解できればなと思うような歯がゆさとかもあるんですけど、まあ、そういった中でやってますね。で、まあ本当に、うん、今は修行期間は、いやでも、まあ、修行期間ですね。うん、すごいですね。なんかまだでもやっぱこの業界にいる人たち、やっぱりもう常に修行というか、まあ、常にもう模索だったり、常にもう学ぶというか、もう終わりがないですよね、本当に。そうですね、やっぱりまず世界が新しい、その業界自体が新しいから、みんないろいろ模索してるし、本当にね、何をどうこうしていこうかっていうのも自分たちで結構やっぱ作っていかないといけないじゃないですか。だから、トライアンドエラーですよね、マジで。あとは自分のスペックがついてくるのかなっていうところで、まあさっき一日の振り返り、その一日の活動みたいな話上がったんですけど、はい、僕今配信やってて、基本的にまあフォートナイトとか、まあ、全部、なんか今、修行みたいな内容になっちゃってる気がしてて、まあ、申し訳ないなっていう部分があって、そのたまに、プロゲームとかもまあプレイしたり、はい、まあ、自分がまあ、そういったゲームをプレイしてることによって、まあ、いろいろ広がるかなっていうのもまあ、あるんですけど、まあ、そういったゲームで、還元じゃないという部分もあるんですけど、まあ、基本的にはやっぱり修行みたいな感じになって、まあ、3つぐらいゲーム、並立してやってて、まあ、フォートナイト、まあ、ハースストーン、だったりとか、まあそこに COD とかバトルフィールドとか入ってきたりとかっていう感じですよ。まあ、なので、まあ、やっぱりゲームの研究とかがすごく時間がかかるんです。やっぱプレイ時間が取れないと、本当にさっき言った通り、そうですね、最短でいかないといけないから、けど、そのハンドスキルを鍛える時間はないから、まあ、いかに効率よくいけるかなっていうのをいつも考えてて、まあ、その、山本さん、なんか、どのゲームでも、はい、どのゲームでもなんか、うまくなりそうですね。なんか、そういう意識というか。いやー、まあでも、これ、いや、本当に今、ようやくね、その、ハースストーン、まあ、始めて、2週間ぐらいだったかな。まあ、ようやくなんか、その自分の中で、ちょっと成長できたかなっていう部分が出てきたんで。いや、すごいですね、それ。もう僕、ハースストーン、まあ、身近になんかやって、まあ、上手い人とかもいたんですけど、なんか、カードの説明聞いてるだけでも、脳が停止しましたね、完全に。もう、体が受け付けてなかったぞ。そのハースストーンの説明は一切本当に入ってこない。僕も最初、なんか全然入ってこなくて、カードとか出されても、え、なんか何、何え、う、あ、お、お、みたいな感じになって、まあ、なんで、その、全部は絶対入ってこないから、まあ、割り切って自分の、その、なんだろう、デッキとかで押し付ける方法をまずは勉強して考えることを減らそうっていう感じで、まあさっき言ってたその考えることを減らすことをまず第一点としてずっと、まあ、やってきて、ようやくそこをこう乗り越えて次の部分に今来てるんで、まあなんかそのなんだろう、まあ、成長、なんかすげえブラック企業みたいなこと言うんですけど、なんか成長の喜びみたいなの最近なんだろう、また違った形の喜びを知ったかな。いや、そうですよ。でも正直
なんかその成長が楽しくないってやっていけないですよね、この世界っていうか。そう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 。本当に。で僕も、そうまあ、やっぱり、もうゴールがないじゃないですか。本当、毎日成長しかない。いや成長するしかないんで、でも、なんか、まあ、焦りというかそういうのはありますけど、まあ、安心はできないですけど、でも、やっぱ楽しいですよね。そうですね。なんかその、なんかその快感みたいなのが最近本当につかめてきたんで。変態が多いかもしれないです。この世界は変態の集まりかもしれない。まあ基本的にマゾな人が、でも。ああ、だから本当そうですね。マゾが多いかもしれないです。多分そうだと思う。マゾな人はすごい多いと思う。やっぱ修行僧みたいな人は基本的に多いですね。じゃあ FPS はマゾが、e スポーツ。FPS はマゾが、e スポーツはマゾが多い。マゾが多い。まあだから、そんなこんなで追い詰めながら、まあいろんな、まあそうね、配信外でいろんな研究したりとか、あと、まあ、コントローラーですよ。そう、ボット打ちしてるんですけど、はいまあでもそれも今日やっとちょっと成長をね、つかめたっていう感じが、ようやく効果が出始めたんですけど、いやでも全然まだ、そのね、遥か遠いですね。今日初めて KD2 が出て、死ぬほど喜んでたんですけど、別に、その見てる人たちは、フォーンみたいな。2巻みたいな。いや、そこは、そこは視聴者や。ちょっと褒めてやれよ、そこは。あ、冷たいな。まあもっとね、みんなに知られるようにまであげないとなと思って、まあでもそこはまあ急いでもそのなんだろうしょうがないから、まあ淡々と前にこなしていって、まあ一個ずつこう行きたいなって、まあなんかこう初ストーン、ああ伸びでダメだみたいな感じでやめて次行くんじゃなくて、初ストーンちゃんとあれで一定までカードゲーム理解したらまたちょっと次のジャンル、まあ一定ずつでちょっと一個ずつ最近の活動はやって幅広くして、まあもっといろんな人にいろんなものを広められるようにしたいなって。っていう感じですね、まあどんな物事もそうですけど、まあ僕は今本当COD しか一本でしかやってないんで、まあ今後ももしかしたらね、まあ、どうなるか分かんないですけど、まあずっとこれをやるってわけじゃないと思うんで、引退したらまあいろんなジャンルだったり、うん、僕はなんか実写動画撮ってみたいなっていうのがいっぱいあるんですよね。実写動画、実写、おいおいおい、その海外の世界大会行って動画撮ったりとか、あー Vlog あれですよね、 Vlog、 グリードさんが上げてるあの大会の、はいはい、レポート動画みたいな、たまにそう今までも上げてたんですけど、そういうのもやってみたいなって思ってたりしてますね。あーそれ確かに見てみたいな。グリードさんイケメンだからレポーターとしてまあそう、まあ、まあでも海外の e スポーツもうやっぱ知ってほしいっていう思いはかなり強いんで、確かに、まあ、じゃなかったらあげないですけど、うん、面白いですからね、やっぱてかすごいですからね世界、本当にそうですよね。まだやっぱり日本では馴染みがない世界が広がってたりとかっていうのは本当にあるありますよね。まあ、どれだけガチでやってるか、まあ、今日そのグリードさんの話でね、ちょっと今の見てる人には伝わったかも知れないですけど、やっぱりまだまだ知らない人もいますし、本当にその、まあ、今韓国のPUBGとかでもすげえガチでプレイしてて、なんか海外すごいっすよねやっぱ海外すげえなーですよね。うん、特にやっぱ個人的にはその自分の見てきたシーンの中ではやっぱ韓国と中国のそのストイックさでマジでやばいな。いや、本当にその、やばいですね。ドン引くレベルのやばさ。なんかその、NA とかって、いや別に NA のレベルが低いとかではなく、むしろナンバーワンのレベルを持っているゲームもあるし、まあ EU とかナンバーワンのゲームもあるんですけど、EU とかって、やっぱりある程度自制してる休暇期間があったりとか、まあその、練習時間はまあここまでみたいな自制があるんですけど、中国、韓国やばいですよね。なんかこう、なんだろう、こう、ちょっと、えって、えマジみたいな人たちが多くて、僕、クロスファイヤーやってて、その中国のチームとかが、なんか、15時間とか練習してるって聞いて、まあ、ドタ2とかも15時間ぐらい練習してるらしくて、まあ、まあ、韓国のPUBGもそうですよね。なんか、それぐらい練習してるって聞いて、まあ、それが果たして、まあ、ベストな選択肢なのか分かんないですけど、なんだろう。
そういうのコメントで軍だよほぼってコメントあるんですけど、いやなんか本当その通りですよ。なんか韓国とかそうストイックさっていうか、まあ本当にやらないと人生終わるみたいな国なんで、うん、彼らの覚悟がやばいですよね。なんか仕事っていうか、まあその e スポーツってプロゲーマーでも確かに、まあ、そうですね。それで失敗したら人生が終わるっていう覚悟で結構アジア系って来てる国が多いんですよね、うん。まあ、ベトナムとかもそうなんですけど、その本当になんだろう、これに全てをかけている、これでが終わったら俺は終わりだみたいな感じでやってるんで、多分そういったちょっとなんだろう、こう限界点を超えた努力というか、まあいいことなのか俺はまあさておきって感じなんですけど、まあそうですけど、まあ、そういう世界があるっていうのを、まあ、ちょっとグリードさんとかになんか取材してもらって動画として見れたら日本の人たちもね、こういうシーンもあるんだみたいな、うん、そういう世界ですか e スポーツ。そういう世界ですかね、本当スポーツってつくぐらいで、アメリカはアメリカで、うん、なんでしょうね、まあアメリカもアメリカなんか実力主義じゃないですか本当に。まあまあそうですね、はい、勝者がものを言うみたいな世界なんで、まああと彼、まあ、FPS の話に限るともう COD のその、うん、COD はアメリカチームはやっぱ一番強いんですよ。はい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 。でその練習とか見てるとなんか軍隊っすよね軍隊ですね。その声かけとか、うん、練習とかも軍隊やって、本当にまさにこれ、あーまあそうガチ戦争やみたいな、ガチ戦争まあその COD のそのプロシーンの多分なんかこう掛け声っていうか、なんか多分決まり事みたいなのがあって、多分そういう部分とかすごい統一されててきっと軍隊みたいになるんだろうなってのは想像できますね。確かに韓国もあれですね、軍行かないといけないし、なんかああそうですね、すごいですよね、徴兵とかで、はい、兵器覚悟の違いか、はい、いやでもすごいですね、韓国とか中国とかアメリカとかはすごいですよね、覚悟が。確かに、なんか本当にうん、まあ本当にちょっとそういう部分とかね、そのなんだろう、今結構プロゲーマーふわっとしてなんかゲームやってみたいななんか話をこうやっぱ、まあそれはまあ知らない世界だからこそ、そうですね、まあ、もちろんまあいう部分ってのはあって、まあそれはすごいしょうがないことだと思うんですけど、まあそういった部分をちょっとこう日本とかまあいろんな人に伝えられるとまたいろいろ変わるのかなっていうのはやっぱありますよ、見方とか。ちょっと楽しみな。そうですね、そういった活動、そういうなんか見方変わったら、うん、あ日本のレベルもまたちょっと上がったりするかもしれないし、今後周りなやるなら覚悟を持ってってことですよね本当にそう、ね、日本も負けられて、あ日本も負けてられねえな、確かにその通りですな、うん。まあ、プロゲーマーを目指すならそういった覚悟でっていうところで、まあ、逆に、まあ、そういった部分もありつつ、まあ、僕とかはそのなんだろう、まあ浅く楽しめるカジュアルな部分ももちろん伝えていきたいし、まあ、そういった競技シーンにも、まあ、もちろんやっぱ噛んでた人間なので、うん、まあ、そういった真剣さとか、まあ、いろんな部分を、まあ、伝えられたらいいかなっていう感じですかね、うん。じゃあそうですね、8番目いきますか。8番目、なんか今とちょっと似てるかもしれないですけど、まあ、そうですね、はい、自分のプロゲーマー、まあ、ストリーマーとはっていうところで、どうしますか、ヤマトンさんからいきますか。僕から行きますか。いや僕からじゃあヤマトンさんから、はい、じゃあお願いします。本当に取材の通りに言うと、これはまあいろんなそのなんだろう、今定義とかあるとは思うんですけども、まあ、やっぱ自分の思うプロゲーマーっていうのは、うん、まあ、やっぱそういったそのさっき言った競技シーンにまあすごい従事していて、まあ、ストイックに勝利を目指していく人たち、うん、逆にストリーマーっていうのはどっちかっていうと、まあ、パフォーマーに近くて、まあ、カジュアルな人だったりとか、まあ、その、まあ、カジュアルな遊び方とか、楽しみ方を、まあ、提供したりとか、まあ、幅広く、まあ、インフルエンサーのような形。まあ、例えば、こう、なんだろう。サッカーとかあるじゃないですか。プロサッカー選手と、こう、リフティングパフォーマーみたいな。まあ、あれもサッカーの、まあ、リフティングの部分を抽出したパフォーマーなんですけど、はい、
まあ、でもそのパフォーマーってまあサッカー選手、プロサッカー選手とはまあ言わなくて、パフォーマーとプロゲーマーって分かれていて、まあそういった違いがあるのかな、まあ、役割の違いがあるのかなっていうのと、あとはなんだろうな、個人的にそれ別にプロゲーマーでいいじゃんってよく言われるんですけど、やっぱり俺はなんか良くないなって思って、それはすごく個人的な話なんですけど、やっぱりさっき言った努力をすごい本当に勝利にストイックに努力をしている人間を僕は知っていて、でストリーマーっていうのはまたその違った方向には努力してるんです。ただ別に勝利にあくまで努力をしているわけではないから、ね、なんかそのプロゲーマーたちに対してすげえ、なんかあいつ、なんかそんな自分たちみたいに練習したいのにそんなプロゲーマーとか言われちまうのかみたいな。まあなんかそれでいいのかなっていう、なんかなんだろうな、はい。自分に対する疑問がすごいあるんですよ。わかります、わかります。なので、俺はやっぱり明確に分けた方がいいし、分けた方が、なんだろう、おのおのの役割がはっきりしてて、この人はこういう人なんだっていうのが多分分かりやすくなる。から、まあ、やっぱりプロゲーマーとそのパフォーマーだったり、プロストリーマーってのは、やっぱ違う認識した方がいいのかなっていう。僕もそう思いますよ、本当に。それは。そうなの。やっぱり本気で、やってる人たちは違いますからね、なんか。そうですね、やっぱり、なんだろう、本気でやってる人たちって、それが一番上に来てるから、その勝つことが一番上に来てるから、例えば、お金がなくても自費で海外まで行って、練習環境が欲しいから海外に行くとか、まあ、そのグリードさんとかも、やっぱ海外の、その本場の、なんだろう、技術を見たいから、海外に行きたいとかってのあったじゃないですか。はい、まあ、やっぱりそういったとこまでストイックになれるのがプロゲーマーで、まあ、やっぱインフルエンサー的な立ち位置で努力をし続けるのがやっぱストリーマーなのかなっていう感じがするのかなっていう、いやもう本当その通りすぎて僕なんか言うことあるかなって感じもうその通りですって感じですね。だからそうなんですよね。だからそのやっぱ番組とかでプロゲーマーってやっぱ今まだ一緒くたにされちゃうのは、やっぱりその多分悪意があるわけじゃなくて、本当に分からなくて多分一緒くたにされてしまうんだけど、そうですね、まあ、今後、まあ、やっぱりちょっとずつ、まあ、僕やっぱそうやってプロゲーマーってやれた時に絶対否定するようにはしてて、否定っていうかそんな強く言うわけではなく、まあ、プロゲーマーとは違うんですよっていう話をするようにはしてて、まあ、少しずつなんかなんだろう、認知が変わっていけばいいなっていう感じはしますね。まあ、僕はまあ本当ほとんどもう山本さんの言う通りって僕もそう思ってるんで、なんかもうそんなもうその通りですっていう感じなんですけど、はいはいはい、まあ僕そう付け足すならですね、付け足すなら僕、まあ今の日本最近の e スポーツ界隈なんかまあプロゲーマーっていう人はなんかそういう、まあいっぱいいるじゃないですか。だからなんか僕はプロゲーマーって自分から名乗らないですよ。まあ、プロフィールに英語でプロゲーマーっていう、こういう人だよっては書くんですけど、自分からプロゲーマーですっていうのは、まあ、言わなくてっていうのも、はい、単純になんかダサいかなと思って。その、なんか、プロゲーマーって名乗るより、なんか、行動で、もう、ほんと誰から見ても、あ、この人プロゲーマーだって、プロゲーマーだなって思われたいですかね。か名乗るよりは。かっこよすぎるだろう。なるほど。それもやっぱ、はい、海外にすごい憧れがあるからで、もう彼らはやっぱかっこいいじゃないですか。ゲーマーとしてなんか戦う姿っていうか、まさにはこれプロゲーマーやんっていう、もう言わなくてもわかるから、やっぱそういうのを目指したいかなと思って。今までずっと名乗ってないですよね、自分からは。これはすごいいいことを聞けましたね、マジで。これは筋肉どういうことだ。いやなるほどね、か
活動とか姿勢で表していくと。なるほど。で、まあ、現に自分からしても、その、プロゲーマーだ、俺プロゲーマーだ、ウェイっていうの全然なくて、やっぱ別にプロゲーマーじゃなくてもいい、正直、みたいな。別に、このゲームが好きでやってるし、それ、好きで、楽しいから大会出たりしてるし、もうそれができてから別に肩書きとかは何の関係ないですよね、やっぱ。いやー、選手自体からそれがプロですよ、もう。てかもう今までのね、練習の話とか聞いてて、誰もプロじゃないと思わない人はいないんじゃないですか。絶対プロでしょ、もうこんなんっていうね。まあでもそれでも、まあ、なんだろう、さらに自分の、なんだろうな、まあ向上心。まあ、飽くなき向上心で、まあ、まだ上を目指すと。俺は、まあ、プロではないっていうか、まあ、周りから、まあ、認められてこそプロだっていう形で向上していくっていうのは、すげえな。なんか、それで、その行動で、なんか今後、まあ、次、なんか、俺も選手目指したいぜっていう人だったりとか、あ、このゲーム面白いんだなって思ってくれる人が増えたら、もう、最高ですよね。なんか、それもまあ、はいはい、プロゲーマーの仕事かなって思ってて。そうですね。だからなんか動画配信とかも続けてるんですけど。はい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 。まあそうですね。確かに俺もゲーム始めたきっかけはプロゲーマーだったんで、そういうとこに憧れて入る人ってのは確かに、いるかもしれない、うん。うん。かなりいるかもしれない。なるほどなぁ。まあでもやっぱ原動力は楽しいからなっていう楽しいからっていう理由ですよね。いやーまあね、楽しくないとゲームできないしね。まあ配信とかも楽しくないと配信できないね。確かに、まあ、そのなんだろう、やっぱり楽しさの果てにありますよね。なんかこう今の活動じゃないですけど、ね、なんかそのやっぱゲームが好きで、やっぱ、まあ、最初は逃避から始まったゲームだったけど、ゲームが好きで、はい、なんだかんだ言って、やっぱり戻ってきてゲームをやってて、なんだかんだ言って何回かやめつつもやっぱり帰ってくるんですよね。言われたら帰ってくるから、やっぱりゲームが楽しいから帰ってきて、で、楽しいから今がある。今もなおやってるみたいな。やっぱ、ゲームってそう、楽しいんですよね。ここ、重要ですよね。やっぱ、ゲームって楽しい。楽しいし。まあでもそのプロゲーマー、ストリーマーもですよね。やっぱ、いついかな時で楽しくゲームをして、みんなを楽しませられるかってめちゃくちゃ大変なことじゃないですか。本当に。まあ、やっぱりその、なんだろう。うん。だから、うん。もう、やっぱみんな尊敬僕もできますね。なんか、ストリーマーも本当毎日配信して、ヤマトンさんも楽しくゲームをみんなにこう伝えてるっていや普通にすごいじゃないですか。それは僕も、まあ、動画とか上げてますけど、やっぱりやっぱすごいダメダメな試合とかもいっぱいあるし、その中でずっと楽しく保つって、まあ、誰でもできないなっていうのはあるし、まあ僕もやっぱもっと楽しまなきゃなって思ったりとか、はい、もっと楽しまなきゃなってなんかちょっと変かもしれないけど。ああ、まあでも、そうっすね。楽しむ。まあでも楽しむってなんか、なんだろうな。すげえ、めっちゃ笑ってるっていうのも楽しむの一つなんですけど、うん、なんか一つのことを真剣にして、真剣な顔してるのも俺は、楽しんでる姿の一つだと思ってて、ゲームを楽しむって、まあ、その、なんだろう、本当にいろんな楽しみ方があると思うんですよね。真剣にやる楽しみだったりとか。あ、そうですね。まあ、僕が言いたかったらそれかもしれないです。一つやる。山本さんの言い通りですね。そう、そこがやっぱり、なんか、なんだろうな、なんかこう、うまくもっと自分を表現できたらいいなって常々、こう思いながらね、まあ、今日はうまくいかなかったな、みたいな感じで考えたりはするんですけど。まあそうですね。それはまたジャンル多岐にわたっていろいろできたら、もっといろいろできるのかなっていう感じがするかな。すごいですね。もう、さすが、なんだろう。
いや、ヤマトさん話、僕もやっぱ見てる、めっちゃ見てますよ。ガチで。ガチでめっちゃ見てます。で、ヤマトさんと初めてアバやった時、出会った時に、はい、この人、このゲーム、すげえ楽しんでんなって思って。めっちゃ楽しそうにやってるやんと。だって、初めてプレイしてないよねと思って、その時も。初めてプレイした時めちゃくちゃやっぱ楽しいじゃないですか。だけど、ここまでガチでプロでやってる人ってこんな楽しんでんのかと思って。いやー、やっぱ。でも本当、僕の原点的なのは本当、そこあるかもしれない。ヤマトさんと出会った時に思ったことは。まあ、ほんまに好きなんだな、このゲームって思って。まあ、そうですね。やっぱりゲーム自体が、そう、最近気づいたけど、まあ、昔はやっぱ FPS が俺好きなのかなと思ったんですけど、結構、はい、ゲーム自体が、実を言うと、好きな人間だったんだなってのに気づいたんで、本当に、いろいろ、多分、楽しめるだろうなっていうのは、自分で、感じましたね。まあね、そう、死んでも楽しそうにしてるよね、とよく言われるけど。異常者みたいな感じで言われてるけど、楽しいんです。そんな感じで。そんな感じで。そんな感じで結構喋りましたよ。喋りましたよ。まあ、そして、最後ですかね、ついに。最後。最後か。もう最後か。これ。もう最後ですね。最後か。そっか。そうですね。これからの活動についてっていうところで。これからの活動について。これからの活動について。まあ、じゃあ、グリードさん。もう一度、そうですね、これからの活動についてか。まあ12月以降とかもね、その話も含めて再告知じゃないですか。いいと思います。そうですね、まあとりあえず僕はまあ12月までは一応選手として、まあ、世界大会に挑むつもりなんですけど、来年からは、まあ、決まってることはラッシュゲーミングの共同創業者っていうか、そう、まあ、チーム運営とかそっちにも関わっていく予定なのは決まってて、はい、であともう YouTube も これから変わらず、最近11万登録者いったんですよ。すげえ、すげえ。まあでも確かに BO4 の動画すごいっすもんね。そう、 BO4 そうですね、見てるけど動画見てますよ。まあそれは ありがとうございます。まあそれは変わらず続けていくつもりで、選手としてはそうですね、まあ正直分かんないですね。まあその12月にアメリカ世界大会挑戦するの、これ2回目なんですよ。で、はいはいはい、そうです。6月に一度挑戦して、まあダメだったんですよね、はい、なんですけど、でもまあそれでももう一回挑戦したいと思って、はい、でそのもう一回そのアメリカに挑戦して何が見えるのかっていうのがやっぱり気になってて、ま、だからまだ未定なんですよね、続けるか続けないかは。まあそこでの、まあ何が見えるか、何のどんな感触があるか、うん、どんな道が開けるかっていうところで決めると、うん、いやー楽しみですね。いやーでも本当に前回はその結構日本勢がまあ、あまりうまくいかなかったんで。そうですね。まあ、そうですね。やっぱり、COD はアメリカの方がもう何年も進んでるんで、まあ、プラス、いや、本当強いですね。まあ、ちょっと話それるんですけど、連携とか戦術の部分が違うっていう話でした。はい、ああ、そうですね。個人とかっていうよりは。個人技はむしろ褒められたんですよ。はい、まあ、いわゆるエイム力とか、そういうのは。意外とそうなんですよね。なんかその逆の認識の人ってすごい日本の多分見てる人多いんですけど、ね、このクロスアイアンの時とか真逆で、個人技は強いね、うん、でも動きがダメだみたいな、そのチームのそのカバーがなってないっていうのは中国のチームに指導されて、で、まあ、うん、まあその夜中一日中鍛えられたっていう話があったんですけど、まあやっぱそうなんですよね。意外とそうですよね。多分どの分野でもそうなのかな。はい、なんでかなって、そのアメリカの方がすごい連携力がいい、本当にチーム全体で動いてて、まあ本当強くて何もさせてくれないみたいな感じだったんですけど、なんでかなって思ったんですけど、まあ、コミュニケーション力すごいんですよね。めっちゃ喋る、ほう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 、とにかくすごい喋ってすごい議論してとか、
でも日本人ってやっぱ喋らないなと思って、やっぱり。はい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 。単純、すごくシンプルで、あんま喋らないっていうのがあって。なるほど。まあ、その、報告料とかだけではなく、まあ、その考えて、その、なんだろう。そう、報告料ではなく、そうですね。なんか、こう、本当会話をめちゃくちゃしている。で、なんだ、その、まあ、その、さっき前に言った覚悟っていう部分も、なんか力をそっちに注いでるというか、喋ること、コミュニケーションを仲間としっかり取ることにすごく力を、覚悟を注いでいるっていう感じでしたかね。まあ、そこが大きな差になって、まあ、1回目その、うん、日本のチーム、まあ、いろいろ思ったところがあって2回目っていうところで、ちょっと楽しみですね。いやでも、まあそうですね、まあまあでもやっぱまだまだ向こうはすごい強いんで、まあ、うん、まあなんでしょうね、まあ、まあこの業界にいる限りなんか勝てないからやらないっていうわけじゃないんで、はい、もちろん。いやーでも、うんうん、今これだけねみんな話を聞いて多分すごく応援したくなったと本当に思うんで、多分大会とかもみんな見て応援するんじゃないかなと。いやーこれはでも本当にそうですね。まあ、前回よりはなんか、こう、爪痕残したいですよね。おー。普通にアメリカ行って、はい、わ、やっぱアメリカチーム強かったで負けたくはないですね。何かしら、まあ負けてでもなんか、このチームなんかちょっとすごいなとは思わせたいですよね、なんか。ああ、わかりました。まあ、爪痕残して。爪痕ちょっとでも、残したいですね。いやー楽しみだなぁ。そういう形で、その、まあ、大会次第で、まあ、変えるっていうことですね、はい。はい。まあ、僕の今後の活動ですかね。はい。じゃあ、逆に僕の、まあ、活動は、まあ、先ほど言った通りなんですけども、はい、まあ、幅広く、まあ、ジャンルを展開していきつつ、まあ、いろんな人にいろんなものを、こう、なんだろう、魅力を伝えられる、まあ、ゲームの魅力を伝えられるような人間に、なっていくために精進していきたいなっていうのと、その、はい、イベントとかの、その、まあ、チャンスがあれば、まあ、そこで、なんだろうな。まあ、やっぱりその、まあ、ゲーム自体の魅力っていうのもそうなんですけど、最近、まあ、もう一つ気をつけてるのが、選手の魅力っていうのも伝えたいなっていうのが、やっぱり念頭にあって、まあ、その、この間、フォートナイトとか、まあ、PC 版も PS 版もイベントに出させていただいたんですけど、やっぱり選手のことをちゃんと調べて、まあ、この選手はこういう感じで、まあ、こうだから、まあ、なんかそういうバックグラウンドがあるとか、まあ、そういうところをなるべく調べて、まあ、その選手、まあ、どれだけすげえんだよっていうところを、やっぱり押し出したいなって思ってるんで、まあ、そこの、なんだろう、もっと表現とか、よくできるように、ちょっと努力していきたいっていうのが、まあ、ゲーム外だと。こういう努力していきたいなっていうところですね、本当に。いや、もう、ストリーマーとして鏡じゃないですか。まあ、ストリーマー、まあそうですね、まあ、ストリーマーっていうのは、その、自分の、まあ、肩書きでもあるんですけど、その、多分ストリーマーって、はい、まあ、自分の活動って多分、ストリーマーもそうなんですけど、インフルエンサーであり、まあ、インフルエンサーが元となってて、はい、それの一つの分野が、なんかこう、ストリーマーなのかな。なるほど。で、そこで枝分かれしてって、イベント出演とかあって、まあ、例えば、その時は解説だったりとか。であるんで、まあそういったさまざまなその選択肢の中で全部こう高水準に、まあ結構欲張りだし、うん、まあ難しい話ではあるんですけど、まあでもそのまずは自分でやりきってみたいっていうのと、まあどこまでできるのかなっていうのがあるんで、うん、まあそういうとこで、まあ、トライしていきたい、まあ自分の新しい可能性とか、まあカードゲームしかり、そういったとこで。まあ、どんどん、なんかこう、なんだろう、いろいろ、まあ、臆せず、いろんなこと言われても臆せず、ちょっと果敢にトライはしていきたいかなっていうところですね。まあ、これからの活動についてです。うん。なるほど。いや僕もなんか、やろうかな。新しいこと。いや、でも、なんだろう、その、インフルエンサーとかストリーマーって別に何もかも、そういう幅広い活動だけが俺は別に、定義では ないと思っていて、例えば本当そうですね、その1個のことに対して、そのコミュニティに対して貢献することによって、そのゲーム
が、ゲームの気になる人を、お呼び込んだりっていうのもあると思いますし、その人にはその人しか多分できないことっていうのも、俺はあると思ってて、その自分の時は絶対成功では、はい、その正解ではないと思ってるんで、なんだろう、その、自分が多分やりたいと思った方でいいと思います。多分どっちが、その正解っていうのはこれからもまだわからない、全然わからないと思いますし、答えも多分ないそうですね。僕もやっぱり好きじゃないとやら好きなことしかやらないというか、好きじゃないとやらない人間なんで、そうですね、多分というかやっぱり好きじゃないことやっても伸びないというか面白くないから、やっぱり好きなことやりたいですよね。そう好きなことをそうやってそれが糧になるっていうのが多分一番いい循環方法だと思うんで、自分が意外と本当に、なんだろう、ゲームっていうものが、もっとシューティング以外も意外と本当に好きだったなっていうのが分かったんで、好きなものやって、どれだけ表現できるかなっていう感じですかね。自分がどこまでできるかの勝負だと思ってるんで、本当に。はい、楽しみにしてます。与えられるだけ、なるべく活動できればなと思います。はい。じゃあ、今後ゲームコラボはあるのかななどっていうね、実は台本チックな、これグリードさん台本チックな僕のメモですけど、今後ねゲームコラボ、僕これ本当にこれを一つの目標にちょっとしたくて、さすがにグリードさんぐらいまでにはうまくはなれないと思うけども、パッとでいつかっていうか、うまくなれることを俺これモチベーションにしたいなと思ってて、これ一個あると自分のやる気が変わるんですよ。より多分練習するようになると思うんですね。他の多分その優先度とかの関係も変わってくるんで。なので、ぜひとも、COD で、グリードさんの、多分、おおよそね、一緒にやるときに多分手を煩わさせてしまうとは思うんですけども、できる日が来れるようになるべく早く僕は尽力して、うまくなろうと、これをモチベーションに変えようかなと思いました。なので、PC のそのブラックアウトバトルワーをやるのもありですけどね。全然いろんなことがありますよ、本当。じゃあ全然それでも、じゃあその時は僕が多分一応プレイはできるので、そうですね。一応 COD も。ね、PC 版の COD ちょっと上手い人多すぎて、逆に僕が雑魚いね、逆に僕をキャリーしてくださいという感じに変わると思います。でも大丈夫ですよ。僕、それをやるのが先か、パッドで僕が先か、なるべく早く精進して、並べられるようには無理かもしれないけど、10分の1ぐらいにはなれるように努力する。ちょうど僕の、今活動とね、バッティングしてる分があって、グリードさんは大会とかあって、多分その PC 版の練習には多分時間を費やせないと思うんで、その間にパッドとか俺上手くなって、そうコラボレーションできるようになれればいいかなって思ってるんで、多分それが2人の活動の多分一番こう中間地点になると思うんで、ぜひともその際は、よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。はい。というわけで、かれこれ、あっという間に2時間ですかね。2時間トラブルあって申し訳ないんですけど、僕ら2時間喋りっぱなしです。はい。いやー、想像以上に喋りましたね。ちょっとびっくり。エンディングロールなんですけども。最後、どうします？どうやってこれ締めようかな。どうやって締めますか？そうですね。どうでしたか？皆さん、ちょっと、どうでしたか？コメントに答えるってのもありですね。ここに来てね。確かに。ここに来て、あんまり答えられなかったですけど。そうですね。またなんか知りたいこととかあれば。でも、グリードさんの時間も多分あると思うからね。あんまりそんなに多分時間は取れないと思うけども。すごい面白かったと。なかなか、初というか、コンシューマーとその PC の人っていうのは本当、かなり違うって壁があったっていうか、なかなか格好があることがなかったんですけどね。すごい、今日は。そうですね、確かに。歴史的瞬間が歴史的って言ったらちょっと大げさかもしれないけど、でも今までにはなかった、ね。はい。確かに。ですよね。いろいろその話とかを聞けて、すごい楽しかったし、なんかもっと逆に、なんかまだまだ多分聞ける話たくさんあるなっていう感じがしたので、
まあ、またね、ぜひとも何。そうですね、ほんと。まあ、その時はまた COD をやりながらか、になるかはわからないですが、まあ、まあ、当面はね、まずは12月まで。そうですね、ちょっと。まあ、頑張っていただいて、その後どうなるかっていうところだと思うんで。はい。はい。まずは12月まで。はい。いい話が多かった。ありがとうございます。いやー、でも、本当に楽しかったですね、非常に。本当にあっという間の2時間でした。いや、本当に、というわけで、ね、皆様にね、はい、はい、というわけで、2時間の間お付き合いいただきました。そして、ラッシュゲーミング、グリードさん、本当にありがとうございました。お越しいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、この辺で、とりあえず一旦配信は閉じますか。はい。はい、じゃあ皆さん、お疲れ様です。あ、そうですね。これ、録画の方が、後ほど、グリードさんの YouTube チャンネルで、間違いなく、はい。ここはアップされます。はい。です。はい。よろしくお願いいたします。どうなんですかね。2時間動画になるんですかね。確かに、考えてな、何も考えてなかったけど、2時間動画になるのかな。そうですね。まあ、はい、ちょっと考えましょう。はい。まあ、お疲れ様でした。では、はい。ありがとうございました。皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい。Think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone, took you to